か。あ、やばい、待って、やってなかったね。やばい、やってなかったこれ。顔やるの忘れてた。顔のやつ、やっほー、顔白っやっほー。ねえ、ごめん、本当にマジで申し訳ない。なんかね、気づいたら寝てて、帰ってきてね、本当にマジで申し訳ない。もう申し訳なすぎて、さすがにありえないでしょ、ここさすがにありえないでしょ。え、ちょっと寝てて気づいたら、本当にびっくりしちゃった。ちょ、やばいよね、ちょっとごめんね、顔白くて申し訳ない。ちょ、なんか帰ってきてちょっと仮眠しようかなって。ちょっとまあ、とりあえず、まあ、10分ぐらい寝た方がいいかなと思って、とりあえず10分寝ようかなと思って目つぶったらこんな時間で、あ、やばい、オアこれオアと思って、これさすがにオアだわと思って、もう今急いで始めた。超寝起き、さっき起きたもん。だってさっきどころじゃない、今起きたみたいな感じ。これもう用意してあったからさ、もう3分前に起きましたみたいなレベルなんだけど今ねえ、ありがとう来てくれて、こんな夜中なのに超ありがとう、マジでありがとうね。ちょっと待って、やばい、顔パンパン。ねえ、そんなこと言わないでよ。ちょっと待って、もうちょいちっちゃくする顔。これはやばいよ、本当にマジでさっき起きたからね。これガチ、これガチさっき起きてるからやるやる、さすがにやる。余裕、もう寝たから、余裕、もう逆に寝れない今、寝すぎて逆に。てかよくさ、この世の中にすごくない、もうアリーナもう立ち見出てるよね多分。え、顔むくんでる。あ、そう、あの、どうこれ、ちょっとそのましくん借りたんだけどサポにね、次の、いや調べたらどこ行けばいいのかなって。で、なんかとりあえずメルサンディ、何これ、何これ、なんか雑穀米みたいな、何これ、メルサンディ雑穀隊みたいな、雑穀米隊みたいな、なんか健康そうな名前の場所に行くわ一旦。あ、待ってた、ごめんねマジで。あ、今日日曜日なの。あ、そうなんだ、今日日曜日なんだ、もう曜日感覚ないわ本当にえ、ワイプの位置おかしい、嘘、これ普通じゃない、今までがおかしかっただけだよ、私のワイプの位置がよし、やるよ。じゃあチョココロネとティラミス食べたくなった、知らんがな、行くよ、ちょっとやるからね本当に。あれ、ちょっとオートランじゃない、本当にガチでやるからね、私は決めたらとりあえずメルサンディ雑穀米の場所に向かいますね。とりあえずなんかあの蝶々3匹、なんか3匹の、ちょ、前回見てない人のために言って、なんか蝶々ね、3匹の蝶々を捕まえてくるみたいな感じらしいんですよね。とりあえずん、春イベントやった、やってない、え、春イベントやってあれだよね、なんかドルボのやつだよね、もう超やりたいんだけど、あれドルボのやつやんなきゃ。あれいつまでだ、春イベント、あれマジ可愛いよね。私ドルボ今さ、ノーマルタイプだからさババ臭い水着だ、今さらそれ、今さらか半端なくないこっちだ、こっち、サクサクプレイでいくからね、サクサクプレイで。てかもう私もう寝たからさ、今全然眠くないんだよねえ、ビキニの方がいい、え、これメイクしてるから、今日メイクしてるから今日、実はね、え、待って、こっちだよね、合ってるよね、やばい、怖い、なんか敵怖くね、なんか見たことあるんだけど、私こういう感じの顔だけのやつ、体ないバージョンみたいなあ、受けるだけでドルボもらえるの、あ、そうなんだ、知らなかった顔洗ったか、洗ってない、1週間ぐらい洗ってない顔、正直やばいすごいやばいすごいやばい、ちょっと顔ファンやめて本当に。あ、こっちか、こっちだ、こっちだ、こっちね、聞いて、みんなマジでみんなに今日話したいことがありすぎる。え、待って待って、流しそうめんの場所いけないの、これ流れられない、これ自分無理なんだ、うど、もう流れるつもり万端に来てんのに、こっちから無理か、また
ってことやめて。あれじゃあどっちか行くんだこれ。あれこっちからってこと。え、あこっちか。んこっち、あこっちだ、こっち、あこっちだ、こっち、あってあってあってこっちだ。流しそうめん、あれ何流すんだろうね実際。あの板になんか流れてたの見たことある？私見たことないんだけど、何にも流れてんの何流すんだろう。そこあれこ違うな。あれやばいやばいやばい、 またマップリーダー、あ落ちていいんだこれ。これ落ちて正解のやつ、もしかして落ちて正解のやつだ。今日ね、あのね、マジで言いたいことあるんだよ。あれ公式に聞いてみるといい？流しそうめんのやつ。あ、それタブーなの？触れたらダメなのそれ。あ、やば。やばいやばい。ちょっと今は聞かなかったわ、って。あ、でもこれタイムシフトだから切っとくわ、後で。修正してあげとくわ。あのね、あっちね。あれなんだよ。めっちゃさ、中本好きじゃん。めちゃめちゃ中本好きじゃん。ね、今日、なんか、今日ね、中本本店に行ったの私。今日ついに中本本店に行き出したの初めて。新宿のやばい本物の中本を食べて、やっと。なんか今まで別に偽りの中本を食べたとかっていう話じゃないよ、けどやっとね本物の中本を食べてしまったんだよ私。ついについに本物に出会ってしまった。あ、板橋じゃない、新宿新宿。あれ板橋が本店だっけ。あれ新宿だった気がするけど。いや、マジモンのやつ辛い、マジで辛い。なんかしかもなんかね、調子乗って辛いやつにしたんだよね。なん8辛とかあったかな。いや、本当に、あ、本店は板橋やろ。やばい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 、失言失言失言したわ今。本店板橋か。いやいや、店長がいて、店長、え、なんか待って、これ見たことあると思って、この人待って、店長じゃねってなった。あれ待って、これどこ行けばいいの。ちょっと待って、一旦さ、落ちてていい？あ、こっちじゃん、合ってるじゃん。あれこれどっから入んだ、んこれ、これどっから入んのこれ、こっち。これさ、黄色の丸のとこ来てるけど、あれどこ行けばいいのこれ。とりあえずこの中入ればいいのかな。なんかある、だってないな、もう。あれこれどこ行けばいいの、木の中、木行けばいいのかな。あ、でもなんか入るとこある。あ、これかな、これもしかして。あれ入れないじゃん、道。んこんな開けたとこで迷わない普通。うそ、あ、こっちか、あ、こっちだ。あ、あっちだあっちだあっちだとかじゃないけど、別にこれストーリー進む、あっちだな。え、誰、え、ん、なあミシア姉ちゃん、英雄にも必要なものってあると思う？英雄に必要なもの、そうね、力、知恵、それとも勇気かしら。なんだろうね、はずれ。英雄サンタ、ん、サンタクロースじゃない。ちょっと待って待って、英雄ザ読み間違いひどい。英雄ザンクローネ様はこう言ったんだ。英雄に必要なものはふてぶてしさだってさ。あ、確かにそうだと思うよ、あっちも。え、やばい、ほくろがチャーミングすぎない、さすがに。この女のほくろチャーミングすぎない、あるついてる場所が。まあ、すごい英雄さんね。それからさ、ザンクローネ様は何これ、前の、そう、痩せそうな動きをしてますね、ずっと。ザク、メコメコって化け物を真っ二つにしたんだぜ。うん。ウフ、ラスカは、ラスカは本当にザンクローニ様が好きなのね。当たり前だよ、俺たちのメルサンディ村の英雄だもん。英雄なんだ、ザンクローネ。ザンクローネ。これサンタクロースって言っちゃったよ。この女の人可愛いんだけど、めっちゃ顔が。そして私。あら、旅の方？
メルサンディ村へようこそ。ちょっとお待ちな。お、来た、なんか。あれ、待って、私が好きなイケメン、これ。違うか。てめえ、何者だ。俺らの村に何の用で来たべ。来たべ。この村じゃ見かけねえな。怪しい奴はもしや、あの化け物の手先か。なわけねえだろ、こんな格好で。サバルさん、そんな決めつけよくない。私には悪い方には、絶対悪い方じゃないでしょ、こんな服としてるの。そうだぞ。旅人には優しくしろって父ちゃんも言ってたぞ。サバルにはもっと寛大になるよな。ザンクローネさんみたいにさ。ザンクローネ様の信頼半端ないね。でもな、子供がこんな時に外をうろうろするんじゃないよ。ミッシュはさ、あんたもだべ。あんたもだべ。どこ出身だよ、この人。悪かったな、旅人さんよ。だがあんたもこんな時に来ちまうなんてな。去ってった。言いたいことだけ言って去ってった、この人。さあ参りましょう。旅の方がいらっしゃったとしたら、村長様喜ぶわ。ぜひ家に寄って行ってくださいね。オッケーイン。オッケーオッケーイン。水着不審者これ、マジ。水着で足疑われてんのかな、こんなに。ちょっと待って、てかさ、あれ、なんかニコ玉変わった、なんか変わってないニコ玉。なんかクラッカーのマークついてんだけど。はじめましての町に着きました。全滅時の復活場所を変更しておくと安心です。はいはい、変更しろ変更しろ変更。ツスクルだから、まだ。来た、新しい村、新しい村来た。あ、さっきのあれだ、これ、私のこと怪しいって言った男、そこに気づいた。やばい、勘よくない、私ニコ生買ったことに気づいちゃった。気づいちゃった。いや、サボってないサボってない。何戦できんだこれ。へえ、このさ、横のさ、プレゼントのマークついてんだけどさ、これ何、このプレゼントマーク。あ、ギフト、ギフト送れんだ、すごいね。ギフトが送れんだね、ギフトね。じゃあどんどん進めてよ。あ、みんな気づくこれ、嘘、自分だけかと思ったら気づいてんの。いかつい、皮膚が切れてる。父ちゃん怪我してんだから無理すんなって。もしまた化け物が現れてもサンタクローネ様は絶対助けに来てくれるよ。ラスカ、お前見ただろ、ザンクローネ、あれ待って、ザンクローネって言ってたよね、ちゃんと。大丈夫、ザンクローネ様が死んじまったことを。ザンクローネ様は永遠なんだ、化け物なんかにやられたりしねえよ。英雄だろうがなんだろうが、ダメな時はダメだべ。あ、そういう方言なんだね、多分ね、みんなダメダメっつってんの。あんたまさか旅人さんか。いや、よくこなすった。俺がこの村の村長、ガッシュだべ。え、ガッシュって名前合いすぎじゃない、この人。あ、村長なんだね、この人が。ウェルカム。我がメルサンディ村へと言っても、今はちょいと歓迎できる状態じゃないんだけど。あ、そうなんだ。結構やばいの。確かやばそう。あ、もうやばいわ、この村。結構やばいわ。負のオーラ、半端ない。うん、怯える村人たち。この村は、得体の知れねえ化け物に襲われとるんだ。はじめはでかい足だった、でかい足の化け物が、突如、村に現れて、村人たちを踏み潰して生きよった。怖っ。その時は、村の英雄、ザンクローネ様が化け物を退治してくれたのよ。なるほどね。だけど先日、今度はでかい頭の化け物が現れよった。そいつは村中を飛び回り、村人たちを片っ端から、え、怖すぎ、食べんの、怖。俺は足に怪我を負って何もできなかった。食べ、この人はだって美味しそうじゃなさそうだもん、あんまり食べられなかったの、やっぱり。その時を村のために命を懸けして戦ってくださった。そして化け物と相打ちになったのだよ。だからこの村にはもう救いはねえ。村人たちも不安があるっちゅうもんだ。うん、あ、としてって思うんだ。みんな頭いいね。として、まあ、大体合ってるね。今こそ俺が頑張らにゃ。かわいい。あれは、ザンクローネさんはどこ行っちゃったの。ガッシュのおやすさん、これが村の門の外に。なんだなんだ、これは隣のデニーがいつもかぶってる帽子で、やばい、食われた、デニー。もしかしてまた化け物が現れたんじゃ。足しびれた。心配すんなって、絶対ザンクローネ様が助けに。ラスカ、ザンクローネさんはもういねえんだ。また化け物が現れたかもしれんという時に死んだ湯に頼っとるわけにいいんだ。だからザンクローネ様は絶対死なない。ええ加減にせんか、いいじゃん別に。
サンタクロース信じる子供のようでいいじゃない別に。やばい、めっちゃ足痺れた。父ちゃんのバッキャロー待たんからすか。おじさん、私が見てまいります。うん、いいね、この女できる女だ、空気を読む女だ。やばい、足がマジで痺れた。ミシアには頭が上がらんな。ウォホン、ザ、ザバル、サバル、すぐに、ま、村中を回ってデニーの模索に当たってくる。オッケーン。どうせあっちも行けって言うんでしょ。わかるわかる、この流れ。もうバージョン2よ。もう大体わかってるわ。騒がしくて申し訳ねえだ、旅人さん。見ての通り、村は大変な状況だよ。うん、大変そうだ。でもお前さんどうやらなかなか旅に慣れていそうだべな。ほう、生ハムと言うだが、すまんが生ハム一つ頼まれてくれんか。俺のおふくろは村を出て北西にあるメルン水車橋で水車の管理をしてるんだが、あんなところに一人男が心配だな。うん、村の子で手一杯の俺に代わっておふくろを迎えに行ってきていいよ全然。来て早々の旅人さんに面倒かけて申し訳ないが、人助けとも力を貸してくださりいいよ。じゃあ俺も村の見回りに行くんで、おふくろのことをくれぐれもよろしく頼め。ちゃんと俺用意しとくでな。オッケー、絶対用意しとけよ。俺現金でよ、現金で。マジこき使われる運命だわこれ。よし、ということは、あ、待って、ピンクの人いる、話しかけてみよう。ピンクの人に、ラララ消えた村人どこ行った、帽子を残して、やばい、結構もうこれ恐怖にさらされた頭がもう完全にちょっとあれだ、ちょっと絡むのやめとこう。よし、そしたらよ、そしたらあれ、なんでこれ走ってる、ちょっと待って、行き先どうだ、メルン、メルンってことは一旦外に出ればいいのか、これ一旦外に、 OK、 一旦外に出よう。ん？兄ちゃん、ゾックの衣装にしよう。あ、それね、思った。あ、やばい、ストーリーやばい、もう負のオーラ半端ないもん、この村やばいよこれ。あ、危ないじゃん、そんなとこ座ってたら絶対食われるよこの子一人で。ラスカ見つけた、あ、よかった、ここにいるんじゃないかと思ったのね、ラスカ。まだ子供だからね。なんでよ、ミシア姉ちゃんには関係ねえだろ、たとえ全ての麦が倒れ、水が干からび、涙が枯れても、お前の声が枯れない限り救いは必ず訪れる。なんだそれ、俺は必ず駆けつける。かっけえ、かっけえ、なにこれ、めっちゃいいじゃん、なんか青春。あ、これがもしかしてあれ、サンクローネ様だね。いつの間に覚えたの、ザンクローネ様の決め台詞。ラスカからたくさんお話を聞いたか覚えちゃったわ。しょんぼりしてる。でも父ちゃんはあいつは死んだんだって、もう助けに来ないって言うんだ。まあね、帰ってこないからね、英雄は死なないわ。指示で待ってくれてる人が一人でもいる限り。そうですよ、英雄は知らないのよ。村に来る前に誰かからそう聞いた気がするの。誰だろう、本当？でもね、ガッシュのおじさまは村に住むみんなを守らなきゃいけない、だからとても慎重になってるの。うん、お父さんの気持ちもラスカ分かってあげられるね。うん、いい子で、あなたが希望を持ち続ける限りザンクローネ様きっと大丈夫。さあ帰りましょう。はい、帰るわよ、おとなしく帰るんだ。危ねえだろそんなところにいたら。なんだろう、この石が本物とかじゃないよね、なんか実は石に、実はこの銅像じゃなくて実は本物が石にされてましたとかいうオチじゃないよねこれ。ちょっと予想してしまうんだが、で石登録するの忘れた、ちょっと石登録してくるわ。今日も勘がいい、嘘。ちょっと石登録する、石どこでこれ石登録するの。あ、教会があんだ、また教会で登録するわ一旦。戻ってくるよね多分ね。しかもないでしょもうあれ、ガイドルーラーもう2からはないよね、ガイドルーラーやばい、もうあれに頼ってる場合じゃないよ。
え、天才やばい、マジでこれ天才当たってる、さっきの銅像説え、ガイドルーラーあんの、あんのガイドルーラー、おい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 、そんなもん使わねえよ。ルーラストーン登録しよう。どれいらない、休息所いらないかな、ちょっとね、右は残しておきたいんだよね個人的に。あ、待って、アズラン、あ、ちょっと待って、え、アズランいらないかな、え、ね、休息所いらない、休息所編集しまくれよね、それね、編集楽なの、休息所いらないね、はい、消します、消します、あ、ツスクいらない、ルーラ自体使うのじゃなかったっけ、そう、これね、思い出、私思い出残すために今ルーラ登録してるけど、正直これ日記みたいなもんだからさ、使わないけど一応ね登録だけしとかないと、私にとってこれ日記代わりにしてるからそんな人いるルーラストーン日記代わりにしてる人いや、思い出大事だよ本当に、思い出はちゃんと残しとかないとすぐ忘れちゃうから思い出でもさ、ルーラストーンって何なんだろうね、なんか哲学じゃない、ルーラストーンって何ね、ルーラストーンって何ど、すごくないルーラストーンって、ちょっと待ってね、え、すげえ、何この泥棒、あ、あれじゃん、もらえるやつじゃん、今日もらいに行こっかな、ちょっと落ち着いたら、あ、待って、メルタン、メルタンじゃない、メルン水車橋、こっちだ、こっち、ちょっと一旦ね、メルン水車橋に向かいますからあれ、ちょっと中本の話していい、続き、でも中本の話したくしょうがない、うち、なんか中本行ったの。でさ、ちょっとさ、マジで本当にちょっとタイミング悪すぎたんだけど、中本の、なんかさ、中本ね、行ったんだけどね、行って、もう、もう、私的には、なんか、あ、もう、ついにもう来たわ、みたいな。これもう、ついに中本も、もう、本家来ちゃったわって思うじゃん。もう、本店だと思ってるわけよ、こっちとは。本店だと思い込んでるわけ、新宿店が。で、しかもなんか、看板に書いてある、なんか店長とかがいて、なんかその中に、で、うわ、本物じゃんみたいな、なんかもう芸能人になった気分になってんの、あっちは。ね。で、しかもなんか、私中本並んでたんだよ。なんか並んでる時に、なんか女の子に、なんか声かけられて、私。なんか、何、なんか、え、なんか本当に中本好きなんですねみたいな感じで。やばい、もう、結構もう、鼻が高かった、本当に。やっぱ中本としてちょっと知られてんだと思って。マジで、すごくない、本当に中本好きなんですねって言われた。いやマジサスハム、サスハムだわ本当に。でしかもさ、まあ、入ります、いざ、でさ、すっごい並んでんのよ中本って。本当に、あ、こんな人気なんだって改めて中本の人気を突きつけられた。やっぱ自分とのこの、なんだろう、自分のチェキ列はこんなに、そ、自分、あ、やばい、落ちる、なんでこれ、あ、やばい、落ちた、どうしよう、これ下んないとダメ、あ、ここから生きるか。なんか自分のチェキ列よりも中本の方が長くて、なんかチェキっていうのがあるんだけどね、オタクと写真撮る、自分のそのチェキ列よりも中本の列の方が長くて、正直なんか病んだ。あ、中本ってこんな天下上の存在なんだと思って、マジでびっくりした。あ、待って、このでかい、何これ、これ強いかな、え、強そうだって、やめとこ、誰かの。そうでね、しかもね、うちらが、あ、なんか友達言ったんだけど、うちらがなんか並んでる時に、あれ、行けないじゃんこっち、ジャンプ、これどうやって行くんだ、こっち、あ、こっちから行くのか、なんかうちらがね、あ、やばい、8個ある、いっか、8個これ登録しといた方がいい、8個いらない、8個登録いらん、いい、これいらないね、オッケーオッケー、あ、いらないいらない、オッケーオッケー、なくていいね、オッケー、言うの、アリーナ言うの、ちょっとね、もう米ビューの入れ方がちょっとまだわかんないんですけど違うんだよね、本番はこっから話の本番は、ん、チェキ会の列、にっちゃん多いでしょ、にっちゃん多いって思うじゃん、チェキ会の列、日によるんだな、それがマジで日による、本当に。あれ、なにこれ、こっちじゃない、もしかして、いや、チェキ会のやつ日によるんや、ち、なんかめっちゃ、なんか今日すげえ多いなみたいな日もあれば、なんか、あ、少なみたいな日列少なみたいな日もあるよ。なんかやっぱね、なんかちょっ
はね女の子のファンが多いから、なんか女無料ライブとか女限定ライブとかだと急に私の列減るんだよね。私男のファン多いからさ、意外でしょ、私男の方が多いからね、意外とゾックの中で多分男率多分一番高いと思う。意外でしょ、結構意外でしょ実はね、そうなんだよ。え、やばい、怖い怖い怖い、びっくりした。はあ、金、私みたいじゃん金、銀、プラチナ、やばい、私みたい、私の将来だこれ、今60年後の自分見てるかこれ。ちょいからそこの若ゾーンノックもなしにうちの式をまたぐた、いい度胸してるね私はこの水車の管理コペだよ。粉が引き粉が何これ、え、大丈夫この人、使用料払いな、金がなければ風車回せわな。まあね、そらね、世の中金が全てだもんね。あん化け物が出てなんかやばい、もう寝起きだから危険だから。あ、女これ、あっちを迎えに来た女かこれやっぱ自分だった未来の、は、抜かすんじゃないよ若いひょっとこ私はここが気に入ってんのさ。そう、やすやすと村に帰れるかい、化け物だかシナモンだか、やばい、急に出してくるじゃん三両やばじゃないよ、全く、あのトンカチ息子はろくに顔も見せずにこんな若いのをよこすなんてね。あれ、しかしせっかく生きのいいのが来たんだからお手伝いでもしてもらおうかね。え、マジなんかよくない、放浪ぐらいキャラ濃くない。最近水車の周りが悪くてさ、多分歯車に何か挟まってんな。うん、水車小屋の鍵は開けてあるからちょっくら直してきておくれよ。さあとっとできな、タイムイズゴールドだよ。やばい、中二病じゃないこの人結構ねえ言っちゃ悪いけどとんかつ息子なんつった、風車の外側に行けばいいのってことは、あ、花まで植えてんじゃんこんな綺麗な。え、待って、すごい、なんか人生楽しそうにしてんじゃん、こんな植えちゃって花まで育てちゃって、ちょ、ここ綺麗だな場所、ちょっと足洗おう。これなんか水辺好きなんだよね結構。なんて、風車、あ、風車じゃない、どこにあんのこれ、ん、ここ、そこっぽい、ここだ多分、ここだあの人ちょい役なんだ、そうなんだ。え、いたずらジェイミー急に、いやんバーティー、そっち押し込んで任せてジェイミー、あと一息よ。あ、こいつらのせいなんだ。あ、かわいそう、待って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 、ちょっと待って、ね、みんな待って待って、これいるから、ね、ちょっと待って待って、ね、待って待って待って、ねえそれいるからここに、ね、見てこれ、どっかで見たことあると思った、いるからこれ、ドラハの、あ、ここドラハなんだけどさ、ねえドラハのさ、あのとこに置いてあるから、これかわいくね、マジで超かわいい。じゃあ買ったんじゃなくてドラハに置いてあんのこれ超かわいい。ちょっとこれダメだ、これ肩に乗んないわ、ちょっとバイバイ。キューキュー、あ、キューキューって鳴くんだねこれ。風し、しびれクラゲを風車の歯車に挟む仕事は骨が折れるわね。ね、かわいいんだけど、なすがまま、なされるがままになってる。あの方にたっぷり褒めてもらわなきゃね。あ、ホイミンか、ホイミン、あらら、ん、誰か見られちゃった、親や、まずいわ、まだ見つかっちゃダメって言われたのに。戦うこれ、もしかして今日のところは逃げるか、カチカチパンよ。ん、あ、逃げた、あ、私より高かった今。お前毎週ドラハと待ってんな、あ、バレた救急昨日から止まってるわ、なんならドラハに住んでるもよ、ドラハで爆睡したのかよバレたあ、風車勢いよく回り始めたイエーイ。いやマジでドラハ便利なんだよね本当に。あ、 やばい、よかった黒箱出てこなくて、今黒箱出てきたらどうしようかと思った本当に。はい、出ます。さっきの60年後の未来の自分に会いに行くよ。家賃払え間違いない、家賃払ってもいいぐらいいるわ5期かよそれね。じゃあ戻るよ、結構余裕だったな、ちょっと話しかけただけで消えたわ。
やばい、めっちゃおしゃれじゃない、なんか普通に人生楽しそう。合鍵作ろう、勝手に。この人お金ばっかり見てる、いつも。ふう、孫のラスカ元気かね。あ、私だって。なんであんたあの子も先生に入ってくんだよ、全く最近の若いもんは。ふん、どうやらふうちゃんマステオだね。チッとは役に立つじゃないか。つったったらこっちおいで。嘘。さてさて、次は何をやってもらおうかね。家中の雲のストリカ、煙と掃除、煙突掃除、煙突掃除、煙突掃除。いやいや、花壇の草むしりもあるわいな。ほうきで床を掃いて雑巾がけ、窓拭き、タンスの片付け、芝を刈って小川のゴミ拾い。すごいこき使うじゃん、私に。何だと思ってんだ。あ、来た。こんにちは、コペおばあさま。おや、また遊びに来たのか、家出娘。家出娘って今なんかドラハに止まってる話したら自分の話かと思って今ドキッとしちゃった。はい、おばあさまに会いたくなっちゃって。あら、生放送さん、お疲れ様。ここにいらっしゃると聞いたので私もお疲れないに来ました。うん、ありがとうね。ねえコペおばあさま、近頃出没化け物は本当に恐ろしくて、ガッシュのおじさんも心を痛めておられるの。私もおばあさまが心配を、どっか一緒に村へ帰ろうよ。もう村に、なんだい、つまらないね。あんたもトンカチ息子の回しもんってことかい。そうよ、自分で迎えに来りゃいいじゃないのさ。いつもいつも村のことばかりでさ、ちっとも構ってくれない人。やばい、かまちょじゃん、可愛くね。なんかそう考えると可愛く見えてきた。あんなに親不孝者に育てた覚えはないね。あらあら、でもね、おばあさま、ラスカとっても会いたがっていましたよ。この女うまいな、なだめるのが。本当かい。ほら、おばあさまにザンクローネ様が大活躍した昔話をいっぱい教えてもらうんだって。LINE。 そうかい、ラスクがそんなことを。ふん、私は関係ないけどね。え、待って待って待って、帽子取った。え、ねえ待って、最初からこれじゃなかったよね、髪型。いつの間に取った帽子。ねえいつ取ったの。急に本気出してきたじゃん。お、そういえばほったらかしだったへそくりを取りに行こうと思ったんだ。仕方ないね、ちょこっと帰るかね。3時に LINE やばいね。誰、結構ガチめに誰、ちょっと見ていい。ああ、カティ。そうだ、私が荷物をまとめてる間にあんたたちもう一仕事頼まれておくれ。水車にまた何か挟まると困るから、おがん掃除をしてほしかったのさ。オッケー、しばらく水車が開けるんだからしっかり頼んだよ。おがんの掃除って何、一旦水抜くってこと。何すればいいの。生ハムさん一緒に頑張りましょうね。うん、まあ、うん、頑張る。うん、ありがとう生ハムさん。必要な掃除道具は水車小屋の裏の、何これ、これ何て言うのこれ、朝橋にありますから、板橋。そこへ来てくださいね。オッケー、任せろ。桟橋って読むな、板橋かと思った。桟橋ね、桟橋。オッケー、やっぱあれ分かりやすいな、黄色く光ってんの。マジで分かりやすい、ありがとうって感じ。そう、ヤンキーから LINE 来ちゃった今、カティっていうヤンキー。ちょっと聞いてくれよ。あれ待って、私中本の話まだ全部話してないんだけど。ちょっと待って、もう中本の話にどんどん脱線しちゃう。またあのウサギいるかな。新橋でもいいね、確かに。あれ、あ、ここだ、ここだ。よどめなく回っている。ん、終わり。あれ、なんか調べるとかある、これ、なんか調べるとかあった。あれ、どこだ、丸口言ってんだけどな。あ、外かな、外もしかして。え、虹出てんだけど、めっちゃ綺麗。あ、てかちょっと待って、私さ写真撮っとかないとやばいんだよね、いっぱい写真なさすぎてさ。私前回やばかったよ、本当に。なんか前回のね、ドラテン TV の写真がなさすぎて、知ってる、みんなドラテン TV 見た、前回の。マジ写真撮ってなさすぎたってやばかったよ。みんなさ4枚ぐらいさ出してんのにさ、私1枚しかなくて、本当に。私が出した写真見せてあげよっか、これ。私が出した写真、これ盗撮写真、イケメンのこれしかなくて、おわおわって思った。おわ、さすがにおわ。てか顔白く光りすぎじゃない、めっか光り手見してていいか、ちょっと顔がむくんでるってことで。こっち
あれどこだ、すっごいさ救急車すごいんだけど外、あ来た、あボツボツ、いやボツ見せたいんだけどさ、マジでボツなんだよねこれ。いや本当にもう私多分ねこれねもうダメだと思ってた最初から、送る前から、あ多分これもう多分ボツだろうなみたいなやつがあって、ボツ気になるよね。そう私2枚送ったんだけどさ写真、1枚ボツになったんだよ。でもねもうね最初から分かったの、多分これボツだなと思って、もうこの写真おそらくで、なんかもうスタッフさんに送る時も多分これボツですよって言って、まあ、いざねリハでポンって出た時に、あっあっちもこれやめとこうかって言われて、あですよねってなったちょっと見せられないよねだからすごいなんかよくこんな写真撮ったなっていう写真撮っちゃって生さん張り切ってお掃除しましょう、はい、うん、ちょっとあのこのそう倫理的にボツ、ちょっとあのドラクエ的にちょっとボツでしたね。生ハムとミシアはしばらくない熱心に小川を掃除した、あハブ省略みたいなね、私のタイムシフト制度みたいなね気になるっすよちょっと、まあ、今度ね今度初心者対象終わったよねとりあえず初心者対象はあれはもうしまっとくわうん、とっても綺麗になったわね小川のお掃除お疲れ様でした。早っ、元から綺麗だったけどね小川生ハムさんはずっと遠い場所から来たんですってね。メルサンディ村はいいところでしょ。いやマジいいところだと思うよ普通に。そうよかった、自分のことみたいに嬉しいわ。いやいや褒めてない褒めてない、私もあの村の人間ではないの、生き倒れていたところを拾われて村長さんの家にお世話になっているのよ。そうなんだね、あすごい蝶々綺麗だね。あれ蝶々、蝶々この女の髪飾りもしかして、一個の蝶々は私にはそれ以前の記憶がないの。やばこれ当たっちゃってんじゃない、目が覚めた、やばい、あやばい当てちゃった、これやばいやばいやばい、当てちゃったわ完全に。目が覚めた時では何も覚えて、西は勘がいい久々に言ったな、何をしてきたか何をしたらいいのか一つも分からなかったでもあの村の人たちはこんな私を受け入れてくれたわ、でもここで生きていけばいいと言ってくれた、優しいね。ラスカーガッシュのおじさんもすごくよくしてくれて、うん、うわすごい、見て見て強調してきてるこの蝶々、急に強調してきた、もうフラグ立ち始めてる今、お前は俺たちの家族だって村長さんの家に代々受け継がれてきたこの髪飾りをくださったの、ほら来た、はい来ました、見せつけてます完全に、すげえ髪型だな後ろから見ると私は荒れ果ててしまったメルサンディ村しか知らないけれど温かい村の人たちが大好きよ、うん、だから私あの村で生きていこうって決めたの、うん、いいね、キューキュー、あ来た、さっきいじめられてたこれですね、これこの子、この子だ、あらかわいい、どうやら生ハムさんを呼んでるみたいね、嘘呼ばれてんの私え、なんか持ってる、何それ、石？何これ？炎タイプの石でしょ絶対これ。生ハムはこう、これ何これ？コーレンの大宝石？大宝石よこれ。何これ？何これ？あグレンって読むんだこれ。グレンの大宝石？グレンって読むの超かっこいいじゃん、ありがとね、帰ってった、グレンの大宝石って読むんだ、ウケる、あ手の振り方かわいいかよ、で歩き方である、私のプレゼントのつもりなのかしら、きっと川に落ちていたの拾ったのね、きた、あれ元からさこんな頭だったっけこの人、これ帽子じゃないんだね、髪型なんだねこういう、でもおばあちゃんってこういう髪色してるよね、こういう髪色に染めるおばあちゃん多くない、電車で見るもん、足よく一時あっちがね小学生だからの時にねマジで生えてたんだよおばあちゃんのこの髪色、私電車乗ってたの小学生の時よく、マジみんなこうやったおばあちゃんの髪色本当に、なんかね白髪にね生えるらしい紫って、コペおばあさま、ナハムさんのおかげで小川もすごい綺麗になったのよ、そうだわ帰る前に花壇のお花にお水をあげておかなくちゃ、なんておしゃれな女だ、花壇に水をあげたことなんてないんだけど私、
ちゃった一瞬。グレンの大宝石をコペに奪われた。たまげた。ねえ、こんなに途方もなく大きくってキラキラした宝石、あっち初めて見たわ。あ、そう。川に落ちてるもんはみんな水茶小屋の管理人である。あっちのもんだわね。これあっちが回っておく。え、待って。ひどくない？なんかその感じ。もういいけど別に。あげるわ、全然。何の石だかさっぱり分かってないから。さあ、コペおばあさま、生ハムさん、そろそろ村に帰りましょうか。ふふふ、私は自分のへそくりを取りに帰るだけだよ。いいね。ドルボの下げようかな、このおばあちゃんのこと。ドルボとか知らなそうじゃない、このおばあちゃん。ドルボとか乗せてさ、ちょっとなんかびっくりさせたいんだけど。そしたら、やばい、使えるガイドルーラー。ねえ、使えるんだけど。まさかね、使うわけないよね。まさか、まさか使わないって。おばあちゃんいるんだもん一緒に今。無理よそんな使うの。いやマジ中本美味しかったな。あら、やばい、ムービーだ。急に飛んだと同時にムービーだ。もうそうか、デニーはまだ見つからんか。あ、みんなに聞いて回ったけど誰も姿を見てねえそうだべ。うん、考えてる考えてる。なんかさ、髪のさ生え際さ、ハートになってんじゃんこの人。これハートになってんのってなんか稀らしいよ。でも本当にいるんだって生え際、ここ出てる人、ここがハートに。あっち出てないんだけどさ、マジでいるよ。あっちの友達にもここ、こうなってる人、女で。俺はもう少し村の中を探そう。サバル、お前は門の見張りを頼む。知ってた？走るの早いでしょ。お、コペ、コペばあさんじゃねえか。ずいぶん久しぶりだな。そう、さっきあのガイドルーラーしたのあっちじゃないから。 さっきね、ガイドルーラー使っちゃったよ実は。さっきでもガイドルーラー使ったの知らなくて、コペばあさん、コペばあさんがガイドルーラー使っちゃった。私が使うわけないもんだって。勝手に使われたわ、ガイドルーラー。使うなって言ったのに。おふくら、いいや、元気にしとったべか。あ、そっか、怪我してんのか。化け物にやられて干からびとったら、おらどうしたもんかと。うわっ、ドエス。ふん、このトンカチ息子、心配なら自分で迎えに今回。ドエスやん。しかも片目開けて見てんだね、ちゃんと。わ、悪かったべよ、俺も手一杯でよ。言い訳なんか聞きたくないよ。それよりあの子は、え、来たよ後ろから。なんか、あ、ばあちゃん、ラスカ、しばらく見ないうちに大きくなって。え、俺そんなに背伸びてねえぞ。そんなことよりザンクローネ様の話また聞かせてくれな。しょうのない子だね。お、子供に優しいんだね。生ハム、お迎えご苦労だったべな。ささやかやけど礼を用意させてもらったった。お前さんにはこの村の宿屋のビップルームを、え、嬉しいんだけど。宿屋のおかみには伝えてあっから、話しかけりゃ部屋まで案内してくれんべ。嬉しいんだけど、ビップルームやって。ほんだら俺はまだ創作が残っとるから、おふくろたちは家に帰ってゆっくり休めよ。はい、え、嬉しいんだけど、ビップルームもらった。あれ、なんかプレゼント100になってるな。なんだこのプレゼントのマーク、結局何なんだろうこれ。あんた生ハムって言うんだって。ふん、さっきは取り上げて悪かったね。孫の顔見たら気が変わったよ。あ、そう、ほらよ、おだちんだ、これ持ってお行き。あ、それくれる感じね。オッケー、ありがとね。おばあちゃんだから何でも許してやるよ。ガイドルーラーだけは使うなよ絶対にな。私は使ってないんだから。ドラハ借りたい今、やばい。ドラハもうついに来たわ。もうあっちのもんになったわこれ。あれ、これムセラ、あ、ムセラだ。イエーイ、やったー。インコ入れます？うちインコいるんですけど大丈夫ですか？動物 OK ですか？ここインコ可愛いね。だんだんもうインコの存在当たり前になってきちゃった。もうなんかせっかく700円で買ったインコ、ん？なにこの不穏な空気、やばい。え、急に来る？これボス戦来ちゃう？てかさ、バージョン2からめっちゃ強くなるらしいよ敵。知らんけど強くなるって言ってた今日オタクが。バージョン2から急に敵強くなるから気をつけてねって今日ねオタクに言われた。オタク始めたらしい。結構オタク始めてるよ。やばい、食われた。
誰か。あ、新キャラ出てきた。若い頃これさっきの。コペばあちゃんの若い頃これ。髪色しちゃったよ。すごい、モフモフしてる。モフモフ。モフモフしてた今、後ろ姿。なんか、視点が揺れてんのね。何があったんだ、ローティ。ローティ、かわいい。ガシャさん、巨大な手の化け物が誰かを引きずって村の外へ。何おやすさん。めっちゃ震えてんじゃん。超怖そう。ローティ、大丈夫かい？怪我してないかい？ええ、私は無事よ。それより連れ去られた人は心配だわ。うん。あの化け物は村の西にある木漏れ日の広場の方に逃げていったわ。オッケー。お願い、誰かあの人助けてあげて。え、やばい、マジ、切実じゃん、今。二人きれいだったな。うん。よし。ということで、木漏れ日。え？待って、またルーラできるんだけど。またルーラ使えるんだけど。やばない？にっちゃん、ファンのことオタクって呼んでるんです。あ、そうそう。そうそうそう、そうよ、そうよ。え、ルーラまた使えるんだけど。にっちゃん、金策マジやらないと後が大変だよ。何金策って。え、金策って何？あ、目なんかね、つぶらなくていいですよ。使わないもんだって。あれ、もしかしてみんなルーラ使うとき目閉じててくれましたか？いや、いい、閉じなくていい。私使わないもんだって。あ、取り巻き、あ、取り巻きやる今の。あ、やば、あ、ちょっと、コペばあさんが使っちゃった勝手に。ガイドルーラー。ちょっとやめてよ。私使わない気でいたのに。あ、ほんともうなんかコペばあさん頼りすぎじゃない？ちょっとルーラに頼りすぎ、さすがに。それはダメだよね、さすがに。勝手にルーラーダメよね。もうコペいねえよそれな。あ、気づいちゃった。もうコペばあさんいないっていうことに気づいちゃったまだそのぐらい長いから引っ張るから、今日ずっとそれ引っ張るからコッペパンいねえぞあ、手だけ落ちてる。あ、これ手だけの妖怪なんだ。ミシャン姉ちゃん、ちょっと危ないよ一人で。なんだこれ、井戸の中に入ってってんの。危ない危ない危ない。姉ちゃん姉ちゃん、うーってうなってるさっき引きずり込まれたのもしかしてミシュアなのか。嘘、俺のせいだ。俺がザンクローネ様を探すって家を飛び出したら化け物がいて、ミシュア姉ちゃんが俺をかばってあいつに。それな、それはそうなんてこった。あと追ったんだけど、お、俺もう何もできなか。もうええ、ここは危険だ。ミシュアは俺が助けに行くか。お前はサバルと一緒に帰っとれ。これで分かったよラスカ。そうよ、英雄はもういねえんだ。わかんないよ、ここまで言われて。やっぱ子供ってちょっと霊感あるからね。英雄、そうだ、俺ザンクロネ様と約束したんだ。よく覚えとけ出すか。ちょっとの勇気が誰だって英雄になれんだよ。やばい、超かっこいいんだけど。何それ、怪我しちまった。親父に代わってお前が家族を守れ。お前自身が英雄になるんだ。英雄いなけりゃ俺がなるって、バカかっこいいじゃん。おい、でもそれは違うだろ、飛び込むのは。みんな飛び込め、落ち着けって。おやすさん、そんな足で何ができるの。確かに、それはそう、それはそう。畜生、私が飛び込んであげようか代わりに。生ホーム頼む、手を貸してくれ。今の俺には息子そして娘を助けられね。うちの子らを頼む、助けてくれよ。任せて。井戸水入ってても足水着だから全然余裕。やべえ、すげえ熱だ。大怪我してんのにむっちゃスーカーだよ。あ、熱なんだ。ガッシュのおやすさんは俺が責任を持って村へ連れ帰る。あいつらのこと頼むよ。オッケー、任せて。マジで任せろ。そんな水着何ができる。いや、水着だからこそ飛び込むんだろうが、普通に考えて。泳ぐんだよ中で。マジそう、水着万能説ある。本当に水着万能で、普通の服着てたら水吸い込んじゃうもんだって。ほらほらほら、水着万能。あ、浅くね、意外と浅かった。これもしかして LT 使える。来た、これなんかすごい迷いそうじゃない？迷いそう、ちょっとだけ。これどこ行けばいいんだろう。いっぱいあるじゃん道。うわ、なんか敵いっぱいいるし、これどこ行けばいいんだろう。とりあえずこっち行ってみるか。
こっちになんかこれ迷うよね絶対。こんだけ見ちゃったら、てかもうこれ勘じゃない、勘との勝負じゃない正直。小さなやった、これ開く、ここ開く、開かない、ダメだ、外れ、ついてない、外れた、早速行く場所。まあでもね、外れから見てった方が安心だよね、さっきの場所何だったんだろうってなるしね。あ、こっちも行けんじゃん、こっち行くか、こっち行こう、もしかして外ればっかり行ってる私。いやマップでこれね迷うとかじゃないの、もう勘悪いねこれ、やばい、勘悪い、勘悪い。これ何、この空間、この空間何なの、何これ、なんか一個だけ色違くない、あ、え、まあ騙されたね、騙された、私これ強い、この敵結構強いかな、壁やってんじゃん、壁、ほらほら、みんなが大好きな壁壁意識して戦うからね。あ、タンスのミミックじゃんこれ、ミミック、ミミックやんけミミックだ、ミミック、壁意識しよう、壁あ、ダメだ、足の攻撃当たんないわこれ壁の後ろに隠れるんですよこれ、もうバッチリだから、もう勝てそう。え、ちょっと待って、えあれちょっと待って、ええちょっと、えおい、えちょっと待って、そんなことある、なんで今、なんで見てなかったんだけど、え何が起きたねえ、え待って、何が起きた今、取り巻き、ちょっとねえ取り巻き、誰か来て、死んだねえ、おい、さすがにこの時間はいないか、もう3時だ今、3時、あまりにも遅すぎた始めるのが、これ私がね寝ちゃったのが悪い、私が髪10分寝るつもりが2時間も寝ちゃったのがやばい、私2時間寝ちゃったんだよ、もうバッチリ、もうパッチリ目、もうパッチリ目今ね、やばい、これどうすんのねえ、取り巻きもうすやすやだぞ、え行こうか、だってえどうしようね、来てこれダメ、これ結構あっちの、来た来た、違うじゃん、あれただ敵やんけ、おい惑わせんなよ、今すごい今のこのこ歩いてきたと思った、普通に敵だったわえ9分待つ、9分待つのこれ、あっちこれ9分待たなきゃダメこれ9分待った方がいいよね、お今期待しただろうが、今こっから見えたらどう考えてもマジでほんとやばいわ、なんで、え、こん、え、なんで負けたの今私、え、なんで、舐めすぎ、さすがにやばい、天使かけとけばよかった、絶対負けないと思ったんだよね今、絶対大丈夫だと思ったんだよ今、天使、え、やばくないってかさ、こんなんで負けてたらさボス戦やばくない、私やばい、痛恨の一撃、地図出しといて、あ、オッケーオッケーオッケー、地図ね、はい、ここです、皆さんここですよ、早く来てくださいね、待ってますからね皆さん、これ私のフリートークで9分つなぎますか、あ、7分、やばい、もう7分しかない、やばい、やばいよ、あ、そっか、初心者サーバー、これ10なんだけど、サーバー10ね、これチナチナサーバー10、これサーバー10だけどさ、そっか、みんな来れないのか、サーバー10だから、やばい、これってさ、なんか初心者大使さ、私知らないんだけどさ、サーバー10じゃなくてもいいのこれ別に、うん、3分切ったらログインして向かう、おい、いいから、じらさないで、もうすぐ来ちゃっていいから、これここで今一番に現れた人には何しよう、何する、ここで一番に現れた人には何する、おい、まただから紛らわしいの通るなって、そこに、あ、来た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 、おいおいおい、来た来たよ、ニーノが来た、ニーノが来た、ハンチョも来た、ねえ、ハンチョ起きてたの、うわー、ありがとうございます本当にマジでありがとう、ニーノもありがとう、いやマジで、あ、ありがとね本当に、お前起きてたのか、お前起きてたのか、まだ本当にごめんね、あの時解雇にしたのマジで後悔してる今、マジでありがとね、あの時解雇にしたのマジで後悔してるか、あっち君のことマジで本当にありがとね、うわマジでありがとう本当に、
あ、いっぱい来た、いっぱい来た。ねえ、ちょっとみんな待ってたんだけど、本当にありがとね。あ、トリマキーズ寝たのかと思ったら起きてんじゃん。みんな間に合ってよかった。うん、間に合ってる、間に合ってる。すごいね、これみんな何、これマブ、みんなみんなマブ、これすごい一斉に来るじゃん、みんな。これマブだ、マブ。やばい、3時にみんな何してんだよ。ねえ、耐えてないだろ絶対。行くぞ、じゃあ行くぞ。ありがとね、本当にありがとう。ちょっとマジで絶対あっちあれするから、もう天使かけるか、天使 100% 天使かけるか。これ取り巻きか、もう全部取り巻きに見えてきた、あっち。あ、写真、あ、忘れてた、また写真撮るの忘れちゃった。まあいいや、またあるでしょどうせ。またやばいな、敵強いねここ。いやもう本当に出したマジで、ま、負けると思ってなかった、あっち。死ぬと思ってなかった自分が。まさかね、こっちかな。今適当にすぐ歩いてるけど、めちゃめちゃ適当に歩いてる。いやもうちょっと気引き締めてこう、本当に油断してた完全に。気引き締めないとダメよこれ。写真ポイントだった今の。やっぱバージョン2って強いんだね、敵が。敵急に強くなってる、舐めてた。こっちかな、場所、場所こっちかしら。カカロン入れとけばね。でもやっぱね、カカロン入れとくとさ、なんかもうなんか自分の存在意義について問うことになるからさ。あ、閉まってんじゃん、ダメだ、閉まってるわ。え、待って、ってことはだよ、全部外れだった、あっち。もしかして今までの道、今まで来たの全部外れ。ってことはも戻んなきゃダメか。待って、どうやって戻るのが一番近いんだろう。あ、こっち行って、あの階段の方行けばいいな、階段の方。あっち全部外れちゃったじゃん、自分が今まで来た道この時間だから閉めちゃったんだね多分ね。そうだね、時間遅すぎたね、閉まってたもんね鍵ね。さすがにこの時間だと戸締まりしないと危ないもんね。だってそりゃ閉めるわ。こっちか、こっち、こっちでしたね。結構これはね迷うね、マップリーダーのうちでも迷いますねこれは。さすがにこっちかな。あー、こっちじゃねえんだ、全部外れきてんだ、全部全部が外れなんだこれ。わかった、だからこのさ、この緑色にさ光ってるさ、地図の緑色に光ってる部分はだいたい閉まってるっていう風に思っといた方がいいね。だいたい閉まってんだよこれ。ってことは階段を目指して行った方がいいってことですね。さあ、それできた。あ、やばい、これもう怖い、あっちやばいよこれ。ちょっと天使かけとくわこれ、天使かけとこう、天使。もうほんと今え、待って、やばい、あ、やばい、ミスった、あ、ミスったわ、ミスった、ミスった今キャンセルしちゃった、間違えて。仲間との話していい？嘘、いいの？本気していい？あ、あ、こさ、これ余裕だわ、これ。ミミッキューよりこっちの方が強いわ、ハンスのミミッキュー。こっちの方が弱い、ミミッキュー 強かったの。え、ね、待って待って待って、ね、敵強くなってない？ちょっと待って、私なんかボス戦心配になってきたマジで。え、結構ガチで心配になってきた、お腹空いたし。え、結構心配になってきたマジで。やばくない？やばい、これやばい、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 ここやばい、構成が悪い、構成悪い。いや、今バトマス、天使、戦士、僧侶。あれ、これおかしい構成、何の構成がいいの本当は。違うんだって、これさ。いや、なんかあの先輩入れようかなって思ったんだけど、なんか入れた方がいいか、いい、これ先輩、先輩あえていなかったんだけど、逆に言うと。あれ、なんかこっち、こっちか、これだってどうせこう開かないっすよ、こう。うわー、ここ開いたら楽だったんだけどな。こっちか、これ敵強い。あ、魔法いらない、嘘、魔法使いいらない、もしかして。え、なんで魔法入れてるか知ってる？私がみんな。これ、ハンツのこと思って入れてんだよ、ハンツ。ハンツって魔法なんだよ。役職。役職？ハンツって魔法なのよ。だからもう私魔法使いのに対していいイメージしかないの、正直今。だから入れてんの、魔法。そういうこと。魔法はね、絶対入れるって決めてたんだけど。いらない？もしかして。なら外せないな。そうだよね。そこまで来たらしょうがないよね、もう。そんな理由だよ、だって。ザオ1枚は危険だよ、ザオ1枚。
やっぱ大山さん入れた方がいいですかね。これから強敵だからいいよ。マジ入れた方がいい。強敵どこに出てくるの。もうここ出てくるもしかしてこれ。やばい怖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 い。やばい怖いよ。でもこれで勝ったら結構じゃない。これもしかして壺。あ、この壺。あ、何も入ってない。お腹すいたな。中本食べたいな。でも結局さ、本店のやつとさ、あのカップラーメンどっちが好きですかって言ったら、まあ、本店の方がさ確かに美味しいんだよ。美味しいんだけど、なんかね並ぶんだよね、いっぱい。めっちゃ並ぶからね、マジで。中本こんな人気かってレベルで並ぶからね。びっくりしたもん、会心の地に来た。全てのバランスが先輩になるかな、そんな。ちょっと一旦自分のやつでやって、ダメだったら先輩入れるわ。一旦ね、一旦自分のでやって、ダメだったら先輩、多分ダメだよ、これ。でも多分、もう今こんだけ苦戦したらなんかダメな気がしてきた、結構じゃない。やばいんだけど、弱いからさ、どんどん戦い申し込まれるんだけど。歌舞伎町か。今何のツッコミ何のツッコミ今。全員先輩で問題ない。すぐ入れる予感マジで、うん、今なんか落としてた。あ、ほんとだ、落としてんじゃん。拾えないのこれ。やばい、私の出番、私の出番です。あれ、これ拾うか。一回さすらいコート、どうこれ。星2、やった、さすらいコートもらった、嬉しい。さすらいコート、これすごい普通。おおって言ってる。これすごい。そんなことない。全員先輩と西のやることがない。え、そうなんだよ。全員先輩ってさ、私のやることがなくなっちゃうんだよ。でもそれちょっとさ、あれじゃん、なんかそんなこと言ってる場合じゃない、正直。そんなこと言ってる場合じゃないか。着ないのにね、そう、着ないのにね、拾っちゃった。こっちじゃない、合ってるくない、こっちで。こっちっぽい気がしてきた。これさ、頂上行ったらボス戦かな、もしかして。一人入れるとかは。え、これさ、どうやってさ、今からこれ入れることできんの。丁寧に戦えば負けないっすよ、だって切れてないっすよみたいな言い方するじゃん。でちょっとこれで一旦行くわ。一旦これで行って、まあダメだったら、だって見てみ、私の所持金8000円だよ。8000円よ。あ、戻らないとダメ、やっぱこんないつ負けてもいいから、正直。8000円だった。あ、待って待って、やだやだやだ、来たわ、これ絶対無理。ちょっとね、これ戦ってる場合じゃない。痛い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 。これ待って、見えないんだけど何も。こっちか、こっちだった場所。何してんの、ちょっとお姉さん、お姉さん来てるか。痛い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 、死ぬ死ぬ死ぬ。あ、これも見に行きじゃん、もしかして。満タンしよう、満タン。で、どっちだ、ん、こっち。あ、こっちが、こっちはこっち。女みたいな声出てたぞ。は、うん、女だよ、女、女だよーん。はい、皆さん、それでは今から冒険やっていきます。準備はいいですか。いきますよ。今から冒険ですからね、皆さん、総理頑張りたいと思います。えって、ええだ、え、誰、え、はい、それでは皆さん、いきますよ、いきますよ。今から冒険ですからね、準備万端ですか。すげえ、女みたい。ミシア姉ちゃんを話せ、この化け物野郎。可愛すぎない、この、え、待って、この敵怖くない、普通に怖くない、なんか恐怖しか感じないんだけど、私この敵に。あ、あ、落とした、うぐ、あ、かわいいな、これで。やめろー、いや、絶対やられるよ、食われるぞ。あ、もう全然触れるまでもないみたいな、デコピンみたいなノリで今首もげそう。よし、行くぞ。こんな腕だよ、腕勝てるっしょ、腕だよ、腕。マジで怖い、本当にバカ怖い、これ。え、これなんか夢に出てきそうじゃない、こう、この手。皆さん、どれでいきますか。強いで普通か、はみんなどれで戦いたいですか。やばい、今日の配信。
どれで戦いますか？ん？強いでいきますか？皆さんやっぱ強いで期待してますよね。私は皆さんの期待に応えて強い音バグってないかな。行くぞ行くぞ行くぞ。一旦天使かけよう。天使デコピンされる前に天使かけとこう。これやばいね、これやばい。あっちにかかってるからね。これバトマス。おい寝てる寝てる、起きろ起きろ起きろ。いやさっきのあっち、これ1時間前のあっちね。え寝てる寝てる寝てる、ねマジで起きて。本当にね、寝てる場合じゃないからこれ。本当やばいよ、配信遅れるよ寝てると。ねえちょっと起きて。これどうやって起きるの本当に。これ何、これどうやってかけ起こすしかない、かけ声かけるしかない。ちょっと長くない寝る時間。ねえこれさっきのあっちなんだけど、あ来た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 。そしたらみんなまだやられてないから、セナの守りかければ。よし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 、いいぞいいぞいいぞ、いいよいいよいいよ。でちょっとみんなやられてるからメホマラかけます。いいねいいよ、寝てばっかりだな本当に私の人生。よしいいよいいね。あやばいやばいやばい、そんなしかやられてるやられてるやられてる。ちょっとね本気出して、本当に本気出して。私の戦い、自分の戦いはいいから、私の戦いの放送の時は本気出して本当に。よしこれをかけよう。よしいいぞ。あやばいやばいやばい、やられる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 。はいベホマラ壁して、壁壁意識、壁ほら壁意識して、壁意識。これ結構 MP も見とかないとやばいよね。 MP MP 見とか MP。 よし頑張れ。あやばい、てかもう黄色になってんだけど。ねえいけるくない、これもう黄色になってる。いける気がしてきた。楽勝楽勝楽勝、これこれ楽勝じゃない、もしかして。みんなのこと回復させとこう、ずっと回復させてよみんなのこと。西は壁を覚えた、マジでそれな、マジでそれ自分にかけとこう。よしいいね、いいよ。そしたらもうとりあえずなんかもうターンごとに全員にこれかけとこう。これやることないのが一番だから。いいよいいよいいよ。殴る、これ殴れる。寝てる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 、ちょっと寝てますよね。あっちが代わりに殴っとく、任せろ。13寝てるから起きろ。あやばい、回復させよう回復。コロコロを回復させよう。いいねいいよ、倒せ倒せ。ほら私も大丈夫、殴ってっから人任せにはしない。ちょっと待って MP 回復していいったん道具、あれ魔法の先生だよね。一旦自分の MP 回復しよう。 OK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 、OK, OK, 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 OK、あザハメ、ねえ待って待って、ザハメザハメしたらみんなさあれなのか。ザハメってどこにある、眠り、あすごいザハメで起こせるじゃん。そんなこんな言ってるうちに倒しました、イエーイ。えザハメじゃない、なんて読むのこれ、ザメハ、ザメハか、あザメハか、ザメハどっち、ザハメ、ザメハか、ザメハで合ってんだ、ザメハ、ごめん間違えたイエーイ倒した、イエーイパリピー倒した。やばいよもうほんと2時間寝たからこっちそら、もう完璧、乗ってきてる乗ってきてる。好きな方でいい、ザメハってよ、ザハメザハメって言うんだよずっと。酔っ払いの手の動きしてるわ完全に。まだネイル変えたいんだよね、早く変えたいな、ネイルマジで爪長西はザメハを覚えた、どっちだっけ正解、ザラメ。生ハムお前強えんだな、すげえ助かったぞ。そうだミシャ姉ちゃん忘れてたんかーい、元気元気生きてるよかった。髪飾り大丈夫かな、髪飾りが心配なんだよね私、なくしちゃってるから完全に。助けに来てくれてありがとう、あんた立派な英雄ね、えよかった。あ来るよこれ、来た今の練習、もしかして今の練習、え今の練習ね、やばいやばいやばい、こんなダサい水着の女、え今の練習これ、今から本番もしかして。なんか弱かったもんね、だってちょっとやっぱえだよね、今の練習だよね。あたとえすべての麦が倒れ、きたこれか、
なんだっけ名前なんだっけ、フバーハじゃなくてなんだっけ、フバーハの石じゃなくてなんだっけ、なんでしたっけ、シャイニング、水が干上がり涙が枯れても、おう、お前の声が枯れない限り。きた、え、かっこよくない、待って、ねえ、中本の人と同じ格好してる、今日のね、今日の中本の店員さんも同じやつ着てたねえ、これ頭のやつね、待って待って待って、マジでマジでこれガチ、え、これガチ、え、待って待って待って、中本、中本、衣装、中本衣装、中本衣装、え、中本衣装で調べたら出てくる、え、マジで今日同じ服装してた中本の人も、これと、え、やばい、どっから見たことあると思ったんだよね今、え、やばい、出てこない、なんて検索したら出てくる、なんだっけ、なん、稽古タンメンじゃなくて、なんて言うんだっけあれ、稽古タンメンじゃなくてなんだっけ、何タンメンだっけあれ、やばい、どうしてした、稽古タンメンじゃなくて、あ、蒙古タンメン、蒙古タンメン、蒙古タンメン、中本衣装、衣装、え、出てこない、え、マジでこの格好したんだって今日、バイト着調べたら出てくる、ほらほら、ねえ見て見て、みんなね、ほら、頭のやつ見てよ、頭のやつねえ、ほらねえ、あ、同じやつ頭に同じやつしてる、ほら見て、あ、これって人の顔写したらやばいかな、あ、でもいいか別に、ね、やばくない、ほら見て、頭に同じやつつけてる、ほらやばい、フラグだこれ完全に、あ、今日こ、そっから来て、もう全部繋がってたわ、今日の、今日全部繋がったんだ、やば、頭だけじゃねえか、違う、この画像では頭だけだけど、実際本店行ったら下も赤、下もこれ、これだった、やばい、本当にびっくりした今、マジびっくりした、俺は必ず駆けつける、かっこいい、超かっこいいんだけど、マジでかっこいいわ、いいね、またしたな坊主、え、ちっちゃくない、なんかあれちっちゃい、もしかして、え、なんでこんなちっちゃいの、ちっちゃちっちゃ、まったくこれ俺がいないと点でダメだなお前らはちっちゃ、中本まあいいぜ、黙って俺の背中を見てな、お、さあ遊ぼうか、おててちゃん、え、すごい可愛いんだけど、なんか王子様系、これかっこいいんだ、かっこいいんだけどちっちゃえ、踏まれたちっちゃえ、強いじゃん、強いじゃん、めっちゃめっちゃ強いじゃん、なんでこんなちっちゃいのところで、え、え、めっちゃ強くない、超強い、焼き上がれ魂が焦げるほどに、おお、かっけえ、かっけえ、すっごい、ザンクローネ様こんなかっこいいんだ、なんて言ったっけ、だって焼き上がれ子猫ちゃんって言ったっけ、やば、かっこよ、ちっちゃ、お、なんだなんだ、心臓に2つの光が、かっけえ、ザンクローネ様やっぱり生きてたんだな、ちっちゃ、そう簡単にはくたばんねえよ、だけどまあ今回ばかりはそこそこ参ったぜ、お、前の戦いの時負ったダメージでろくに体が動かなくなっちまってな、魂を結晶化して回復に専念したのさ、ほう、そうなんだね、おい、お前なんて言ったっけ、そうだ、生ハム、ちっちゃ、お前の懐にいた時、懐？どういうこと？お前の懐にいた時、熱い魂の鼓動を感じた。おかげで傷が早く癒えたのさ。恩に切るぜ。やばいやばい、なんか、かっこいいんだけど。それからラスカ、俺を呼ぶ時確かに届いたぞ。どんな時も希望は捨てんな。メルサンディ村は俺と共にある。かっこいい。え、なんでこんなちっちゃいの？ところで。それ教えないで行っちゃう感じこれ。待ってよ、ザンクオル様。姉ちゃんたちここで待ってるよ、あ、また行っちゃったよ、ほらこれで絶対終わんないよね、けどありがとう、ナマハムさん、あなたが来てくれたからこんな奇跡が起こったなと思うの、うん、絶対そうだと思う、私がいたからでしょ絶対これやっぱり英雄は死なないのね、そうよ、なんだ、あ、やばい、髪飾り忘れてた、 You は死なない、なにこれ、 You は死なないって急にアメリカ人みたいな、行かなきゃYou は知らない
ザンクーンさん見失っちまった。あれ、メシア姉ちゃんどこ行ったの？先に帰っちゃったのか。ジャニーさん、あ、落ちる落ちる。それをよこせ。これって姉ちゃんの髪飾りだよ。おつなんてそそっかしいぜ。あったり渡してるか。うわー、食べないで。どういうこと？あれ、ここどこなんでしょう。あ、もう食べられた人たちか、この人たち。お、行方不明のデニーじゃん。とっくに化け物に食われちまったと思ったぜ。お、そうでしたか。私化け物捕まったんでした。早く帰って無事を知らせないと。がっくし。さあ、メルサンディ村にも帰ろうぜ。オッケー、帰るぞ。帰るぞ、メルサンディ村に。オッケー。そうしましたら、皆さん、ここで使っていくものはですね、いきますよ。思い出の鈴、バッチリ。はい、出ますよ。はい、いいね。久々にニコ生で笑いまくったわ。3時まで起きてる人の特権。今日何時？やばい、もう3時半だ。余裕。そしたらね、そしたらね、皆さん目をつぶってくださいね。皆さん目をつぶって、つぶりました。目まだつぶってて、もうちょいつぶっててもらっていいですか。目もうちょっとですよ、皆さんね。はい、開けてどうぞ。みんなお利口だね、ちゃんと目つぶったんだね、本当に徒歩です、もちろん。いいよ、もう目開けて。もちろん。あ、さっきの鳥巻きたちどこ行ったんだろう。まばたきした間に、すごいですよ。あ、待って、ほら、いるいるいる。起きてる起きてる。私の緊急事態を駆けつけてみんな起きてきた。みんなグループラインとか作ってんのかな、鳥巻きの。それだったら面白いね。緊急事態ですよ、皆さん起きてくださいって言って、一人起きるとみんな起き出すいいね。そこでさ、ザンクローネ様はま、魔炎の体験シャイニングをぶん回してザクーメコメコって化け物を真っ二つにしたんだぜ。おお、あ、あー渋。ザンクローネ様は本物の英雄だべな。この村の誇りだ。誇りだっていうイントネーションなんだ多分。お、生ハム生ハム、もう一人の英雄のご帰還だぜ。俺の子供たちを助けてくれて本当にありがとうよ生ハム。お前さんのやってくれと思っとった。ほれ、ミシャもこっちに来て礼を言え。シャイニングぶん回すな。え、どういうこと、どういうことこれ。うわ、あんたあんたんだべ。何言ってるミシャ姉ちゃん、さっき助けてくれた。え、なんかあれ、なんかさっきと違くない？すっぴんこれ、すっぴんこれ、なんで化粧取ったから。あれ、え、なさっきと違くない、なんかあれ、すっぴんだからかえ、同じ、嘘、え、ね、さっきと違くない顔。え、そういや、そんな気がすんな。いや、そうだったんだ。あれ、西アンガとよ生ハム、ほら感謝いっぱいだ。あれ、え、ずっとこの顔だったっけ。ほら、ミシャ姉ちゃん、え、絶対違うから顔。え、嘘、勘違い、これ疲れてる。あ、ごめん、あ、疲れてる、あっち多分完全に。あ、来た、落としちゃダメじゃん、やばい、疲れてる。おう、どこ行っちまったかと探しとったんだわ。なんか話し方も違くないね。あ、化粧体はこんなもんか、確かに化粧体はこんなもんだわ、人ってやっぱり似合うべ、死んだ母ちゃんにそっくりだ。そうなんだ。なあ、お父っつぁん、この蝶の髪飾り生ハムにあげてもええだが。ええだか、ほら、なんかよ、お礼がしてんだ。え、待って、この喋り方あった。お、もちろんだべ。子供たちを救ってくれた俺に知るのは、キャ、ケホーの蝶の髪飾りくらいよ。ほう、え、ありがとね、アンガトーな生ハム、おめさんのこと忘れねえだやったー。ねえ、待って、笑い方怖いんだけどねえ笑顔怖いんだけど。イエーイ、髪飾り1個、やっと1個やっと1個だ。生ハム、本当はこんなもんじゃ感謝を伝えきれねえくらいだが、この村を救ってくれてありがとう。村人みんなの親父として礼を言うべ。
ハッスルハッスルって言ってたね今。うん、ナオムさんはザンクローネ様の次くらいにかっこよかったぜ。永遠の2番手だけどな。うん、うん、よっしゃ、いいね。メルサンディマの蝶を手に入れた。残り2匹の蝶を見つけるために他の地域探してみる。 OK、 終わりました。1個、あれやっぱすっぴんだったのかな、さっき。そういうこと。あ、コペばあさんちゃんと自分の家戻ったじゃん。コペばあさん、待って、もしかしてコッペパンこれ作ってんの。やばい、自分のキャラ分かってるわ完全に。これコッペパン作ってる、だからコペばあさんなのかな。行くぞ。西は勘がいい。ありがとね取り巻きたち、本当にマジ今回本当助かったわ。今回に関してはマジで助かった、本当にこんなに感謝した日はない。ハルイベやろうで。あ、ハルイベあり。待って、これってさ、ルーラで飛べないのか。ってことは、一旦ちょっと待って、一旦ここ出て、一旦ここ出ます。あ、手叩いてる。ありがとね、一人で、本当に。ありがとう、取り巻き。一人で。マジ感謝。みんな寝た？もう。寝たか。寝たね、これ完全に。とりあえず、ね、来てくれたんだよね。駆けつけには来てくれたんだよね、一旦ね。で、寝たんだろうね。またあの死んだら起こすからね、みんな。私が死んだら。よし、そしたら今どこ、あれ今どこだ。あ、近いじゃん、結構近いね。ってことは一旦行くか、村に。結構近かった、割と、割かしね。マジ取り巻き優しいね。ちょっと待って、中本の話まだ終わってないか。私中本の話するまで今日は終われない。中本の話まだ途中。違うんだよ、それさ、うちらさ、中本行ったじゃん。そしたらさ、なんかさ、なんだっけ、なんか、うちらのね、5人後ろぐらい、なんか並んでて、長蛇の列で。うちらの、1、2、3、4、5人後ろの5人、うちらの後ろの5人目ぐらいの人が、なんか急に、おめでとうございますみたいな感じ言われだして、えみたいな。なんか後ろの、男がなんかめっちゃ祝われてて、なんか中本の人たちにめっちゃなんか祝われてて、え、誕生日と思ったの。え、もしかして誕生日ですかと思って見てたの。おめでとうございますって言われて、で、え、誕生日かなと思って一応手叩いたんだよ。 こっちも一応空気読んで拍手したの。したらさ、記念すべきなんだっけ、何万人目のお客さんみたいなやつで、え、嘘でしょと思って。だからうちらあとちょっと遅かったら記念すべき何万人目のお客さんになってたんだよ今日。やばくないねえ、マジでちょっとやらかしたと思って、さすがにショックだった。記念すべき何万人目のお客さん、泣いたかったもん、足だってびっくり。惜しかったよね、ちょっとほんと惜しかった、あれは。え、そう西は空気、え、強そう、めっちゃこれやめとこう。あ、やばい、これ戦うよ。あ、戦っちゃった。え、これ絶対強いっしょ、この敵。ベロ乾きそう。あ、来た。これ狙われてる、あっち。壁やってください、壁をね、皆さん。あ、満タンにするの忘れてた、みんなのこと。てか、満タンにするの忘れてた。ちょっと持ってない、本当に。持ってなかった、今日ついてない、あっち。さ、これさ、普通にさ、魔法の本当に自分やっとこう。てか、みんなうまくない、結構。精神、巻いとかあると。みんな巻いといてあげよう、精神。あ、失礼た。魔法の、あ、倒しちゃった。倒した。 OK、 いきますよ。満タン、あ、満タンはいいか。なんか聖水やばいね。だから回復できるかな。あ、ナメクジみたいなやついる。なにこれ。ハムちゃんこんな時間に寝ちゃったんだもん。だってマジほんと今日焦った、ほんとに焦った。10分寝ようと思って目つぶったらさ、もう2時とかなんだよ。え、待ってみたいな。なんか一旦待てと思って、あれこっちじゃない、もしかして。マジで焦った本当に今日は。西が何万人目ちょうど当たったら本当に偶然でもやらせだと思う。さすがにやらせだと思っちゃうね。待って、疲れてんだね、完全に疲れてんだ。そしたらちょっと待って、こっち、あれどっち。え、待って、めっちゃ空綺麗じゃない、星。めっちゃ空綺麗、ほら
なんかメルヘンじゃない？メルヘン、空の色が。ちょっと待って、これどこ？上から行けんのかなこれ。え、これどっから行くの？あ、上から行けんだ。上だ、上。上から行くんだ。いや写真、ちょっと待って、でもさ、写真さ、綺麗な空で撮ってもしょうがなくない？正直。写真。もっとなんかさ、なんかウケる写真撮りたい。なんかウケる写真、ドラテン TV に向けてウケる写真撮りたい。めっちゃウケるみたいな写真撮りたいんだけど。うわ、落ちた。ここむずい、ここむずい、結構ボタンの。なんかウケる写真撮りたいんだけど、なんかない？ウケる写真スポット。待って、これさ、どうやっていくの？これどう？こっち？あ、こっちか、こっちだ、こっち。で落ちていいの？これもう落ちていいの？ここまで来たら落ちていいんだ。7期4人中3人が落ちましたよ。ここはマジで落ちる。誰一人落ちなかったの？優秀すぎ、マジで落ちなかった一人。いやマジ中本のさ、何万人の人に泣いたかったな。これスライム？これってマッシュスライムなんだ。隠してあって。また1枚落ちは笑えない。どうしよう、次100枚ぐらい用意しようかな。逆に100枚あるんですけど、ダダ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 っていう感じでやってもらおうかな。そう、面白くない？面白くないあんまり。あ、そんなしか落ちなかったんだ、なるほどね。地図、そう、地図が邪魔で見えてないの。そう、てか聞いてよ、ゾックっていうさ、あっちアイドルグループやってんだけどさ、ゾックさ、あの CD 出すか、4月30日に。みんな買ってくれよ、興味ない人も買ってくれよ、マジで。 CD 出すんだよ、 CD。 これ下落ちて大丈夫なやつだよね多分。おめえありがとね。 CD 出すから、4月30日。ゾックゾック、マジで結構いい曲。え、どこで売ってんの？タワレコとか？普通になんか全国で売るらしい、タワレコとか。え、握手券、え、だからなんかリリーベやるんだよ5月に。で結構毎日やんの、リリーベ。そのリリーベに来てくれたら普通になんかライブも見れるし、握手もできるしみたいな感じ。4月30日発売だからね、みんな覚えといてよ。こっちやってんのかな、てか場所不安になってきた。え、そうで、なんかさ、すごい LINE でさ、友達からさ、え、なんかメジャーデビューおめでとうみたいな感じで来てんの。え、にっちゃんメジャーおめでとうみたいな。メジャーじゃないんだな。メジャーデビューではないんだな。てかさ、初のさ CD だからさ、これ初なんだよ意外と。 CD 出すのうちら初なのよ。初めて CD 出すからさ、ちょっとさ、さすがにさ、初めての CD でメジャーはさ、調子乗ってない？だってちょっと調子乗ってない、さすがに。だから一旦ちょっとあの味わっておかないと、そういうのも。あ、待って、めっちゃいいじゃん、これ回復できんだ。回復するよ、回復。いや、一旦インディーズでちょっとあの、そう、下積みを積まないと。一旦初でメジャーはやばい。次ね、メジャーでとかで出せたらいいね。だからね、できたらね。もうすぐ使う、喋ってるうちに。なんだかんだ意外と迷わなかった。あ、そうで、あとあのなんかもう告知タイムみたいになっちゃってるけど、あの3なんだっけ、いざだっけ、町会議、町会議出る、町会議に7期が町会議に出ます。イエーイ、楽しみ。町会議始めたんだけど、してんの、ずっと出たかったんだよね町会議。西もアベマ出ようぜ。それね、アベマね、機会があれば。あれ、こっちだよね。ん、あって、あって、あってる。あ、意外と遠いね、意外と遠かった。おめえありがとう。え、ちょっとお前リリーベ来なって、みんな来ちゃいなよ、本物に会いに来てよ、みんな。本物って名前だけど、さすがにぶってるわ。本物に会いに来なよとか言って、マジぶってる。そう、ちょっと来てほしいな、マジで。これやってさ、これ終わったらさ、仲間の買いに行こうかな。仲間の食べたくなってきた。結局さ、なんかさ、本店のやつの方がもちろんさ美味しいんだけどさ、あれ、こっち、やばい、迷うわこれ。どこ、これ落ちたらやばい、落ちれる、てかそもそもこれ絶対落ちれないよね。あれ、これどこだ、ある、行ける場所、え、行ける場所ある、これ。あ、こっちか、こっちだ、この細い道だ。あって、あって、あって、
地方ではねやんないの。なんか地方でやってもね、なんか黒字赤字になっちゃうだけなんだって、地方でやっても。カレー推し、え、来てよ、マジで来てよ。西は本物、西は本物の可愛い。え、でもマジでこれガチでね、これガチで、これガチよ。本物は可愛いってみんな言うからね。お世辞、それお世辞かな。マジで本物は可愛いって言われる私、結構ガチめに。でさ、なんか豆知識言っていい？豆知識。なんか CD って5枚まで、5枚なんかさ、みんな気使ってさ300枚とか買う人いるじゃん。 CD いるのよ、300枚とか20枚とか。けどあれってなんか5枚ずつしかカウントされないの、レジにレジって5枚ずつしかカウントされないの。だからそんなにたくさん買ったところで、あの5回に5枚ずつに分けて買わないとあれに入んないんだよ、オリコンなんとかに、ランキングに、らしいよ、言われたスタッフさんに。だから5枚ずつ、そんないっぺんに買わずに5枚ずつ買ってねって、5枚ずつとか3枚ずつとかにしてねって。なんかいっぺんに買っちゃうとなんかそれカウントされなくなっちゃうって、取り巻きらしいよ。そう、5枚ずつを分けて買わないとなんかあんまり、まあ、意味ないってことはないんだけど、あのカウントがちょっともったいないことになっちゃうし。よし、 OK、 変更しよう。今何時てか言うて、明日さ、私イベントなんだよね。明日も朝から割と、明日何時、8時に起きよう。8時、8時にお風呂入って、てかどうしよう、寝てお風呂入るか、お風呂入ってから寝る、どっちにしようかな。4時でしょ、4、待って、今4時、もうすぐ4時、やばいな。でももうすぐ寝ないとやばいわ。キャー、やばくない、朝8時は早くない、ちょっと助けて。あ、この鳥私飛んでるの見たことある、よく。キャオー、お待ちなさい。お、出た、新しい女。ここは子供だけの町です、大人の助けいりません。子供なのこの人、従える諸君を求め迷える羊を。かっけえ。絶対なる契約のもと我が呼び声に応えよう。うわ、子供っぽい。子供が好きなセリフだそれは。おお、いかが遊ばせ、いかが遊ばされましたか女王様。かわいい羊か、これがかわいいんだけど。むっちのあの雑魚排除の際、私の大事な国名を押そうとしたわ。ギャギ、え、可愛くね、待って、辻村にそっくり、私の高校の時の担任ね。女王様の何これ、お心は私目の心、怒りの調べをその体で聞くがいい。おお、臭いのかな、すごいすんごい臭いんじゃない。今の排除いたしました、女王様。可愛いんだけど怒り方。さい、あんな雑魚、私が瞬きしてあげる、片付けなさい。可愛い。誠に申し訳ございません、女王様。あの死体は私の不徳の致すところ、ご期待に添えず、むっちいのは。それよりそこのあんた、見たところ大人の方のようですわね。あっちね、わかりますわ。うん、メンヘラ。おい、なんであいつ。いや、それは言われるよね。おい、なんであいつって言われる格好してるよね。一体何してきたおかしら。どっか湧いてきたのか存じませんが、これ子供だけの町、セレドです。私もね、子供だよ。あなたのような大人はこの町で過ごすには、それ相応の審査が必要ですの。あとで町の高台の教会までいらっしゃいな。うマジ、なんであいつってなるよね、さすがに。当たり前の反応すぎて笑った。あ、でもさっさと来なさい、ムッチーノ。かわいい、ムッチーノ。女王様の、お心は私めの心、すべては女王様の仰せのままに。嘘、ムッチーノあっちの羊になんない？欲しいんだけど、ムッチーノが、ムッチーノが欲しい。ドレアしないの、あ、そうだ、ドレアね、そうなんだよ、次の課題ドレアあるからね。マシで話聞く、マシで。ここは子供だけの町、セレドだ。おめえ、女王様に呼ばれただろ。オーケー。子供だけの町とかめっちゃよくない？大好きなんだけど、そういうの。子供だけの町とかめっちゃいいやん。ユニコーンいいね、ユニコーンどれあり。これどうやって行くの、子供だけの街とかめっちゃ可愛いじゃん。あれ、これどうやって行くの。あ、すごい、なんか光が漏れてる感じいいね。あ、いいね、こういう感じいいね。え、好きだよこういう感じの街、私。ちょっ
ょっと中入ってみよう。どうなってるの中。中普通。あ、中普通そうだったらやめとこ。あ、こっから行けんだ上。え、ねえ、ここめっちゃいいじゃん、この街。え、こういうのめっちゃ好きなんだけど、なんか都って感じ。都、ここいいな、ここいいな、雰囲気がめっちゃいいわ。雰囲気がいい。あ、いいね、いいな。なんかね、ゲームの世界ね。あ、取り巻きいるじゃん、ちゃんと。どうしよう、それで取り巻きじゃなかった、あれ。ただ普通にゲームを楽しんでる人たちだったらどうしよう。マジいいわ。こっちだ。え、待って、ご飯屋さんある。ご飯屋さん、これ何、何やこれ。あ、料理屋か。あ、これあれじゃん、私の出番じゃんこれ。てかやばいんだって、ドラテン TV 見てない人のために言ってた。私さ、マジついてて、めっちゃついてて、なんか私一回もね、自分でやってて一回も星2を出したことないの。なのにドラテン TV で星2が出たんだよ、初めて。持ってるね、マジで、マジで持ってると思った。我ながら、むお前が例の大人だな。女王様から話は聞いている。このセレドの町で子供たちに話しかけてまともにやってされなかったと。それはお前が大人だからだ。うん、ここは子供だけが暮らす子供の町、口うるさ大人お呼びじゃないさ。でも審査を受けてそれをクリアできたらお前みたいな。 OKOKOK。 審査内容は、ある魔物が落ちたドラゴンの尻尾を持ってくる。あ、やるやる。あ、この人になってたんだ、ドラゴンの尻尾ね。 OKオッケーね。あれ、あ、じゃあここ関係ないの、もしかして。あ、そうなんだ。あ、あってなんだ、この人に話しかけない。オッケー。あ、あれでよく星になったな、それね。あの料理でよく星2になったなって思うもん、私も。はい、それでは皆さん、タイムシフトです。飛びました、今ね、カットしましたよ。そしたら皆さん行きますよ、続きやっていきたいと思います。準備ですか、起きてます、てか、てか起きてます、これ皆さん。で、このさ、クラッカーのマーク何これ。25,100円、25,100円貯まった。お金かなこれ。わかんないけど25,100ポイントこれ。ん、何、あれ、どこへ行く、あれ、どこと、待って、間違ってるこれ、来る場所。あれ、間違ってるか、外外外だ、間違えてた、間違えた、間違えた。お金っぽい何か。あ、そうなんだ、やっぱお金かこれ。いいね。これさ、何時から配信始めたっけ。2時ぐらいかやってるっけ。2時ぐらいかやってるか。まあでも最低2時間はやりたいと思ってたから、よかった、2時間できたわ、ちゃんと。あれ、こっちで会ってて、こっち、あれ、待って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 、セルドット山脈にいる。セルドット山脈ってどこ。あ、ここ、これがセルドット山脈、今自分がいるのが。セルドット山脈、あ、2時16分からやってる。 OK、 2時16分からやってるね。ここか、セルドット山脈って。ここなんか何も書いてないけど、ドラゴン、あ、いた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 。ちょっと LT 使って山脈ね、これでしょ、これでしょ絶対。バトルレックス、あれ、これじゃない、もしかして。あ、これだ、来た、戦うぞ、行くぞ。壁使って、壁で敵を見る、敵を見る、まず敵を見ます。敵を画面に入れる、天使の守り入れる。まあね、さっきのトラウマになっちゃうから、完全に敵は舐めると怖い、舐めていいことはない。あれ、美容、あれ、これ違うか、これ違うやつだ、落とさなかったわ。もういないかな、竜どこだ、竜どこですか。ドラゴンだ、ドラゴンだ、竜じゃない、ドラゴン。あ、いた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 、はい、倒すよ。後ろからドーン。行くぞ。やるぞ。倒すぞ。これさ、別に多分大丈夫だね、これ。はい。みんな私に続け。みんな私に続くんだ。どんどん行け。ちょっとこれ、勝手にさ、なんか動いちゃうんだけど、カメラが。
ん、カメラ速度、あ、そうだ、カメラ速度、そうだ、アドバイス守って。お、あ、待って、これさ、もしかしてさ、ニモパン、これニモパン、もしかして、やばい、これ取った方がいい、この、これこれどう思う、取った方がいい、鋭い牙、エンジェルハーツ、別にいい、別にいい、来なくていいか、別に大丈夫、取んなくて、無視で、オーケーイ、言うの、行くぞ、みんなスルーね、オッケー、スルーした、スルーしたわ、一旦ね、聖なる守りかけとこう、まあ、装備取ってればいいよね、とりあえず装備取ってればいい説ある、てか、そろそろ落としてくんないから、そろそろアイテム落とす、アイテムっていうか、あのストーリーアイテム落としてくんないから、あ、来た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 、はい、バッチリです、はい、バッチリです、皆さん、いきますよ、サクサクとね、サクサクプレイ、こう、サクサクプレイ、願いが通じたね、完全に、サクサクプレイよ、サクサクプレイ、はい、ボッシュ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 、ここは立ち消さそう、オッケー、持ってきたよ、ん、持ってきたよ、あれお兄さん持ってきたよ、お兄さん、あれお兄さん持ってきたよ、オッケーオッケー、なんでドラゴンの尻尾欲しかったんだろう、この人、しおりとかにすんのかな、本の、ドラゴンの尻尾、本のしおりってめっちゃかっこよくない、てか、なんかドラクエさ、すごい、なんか、なんか、なんだろう、そういう、実際にさ、ここに出てくるさ、グッズとか売り出したら、普通に買うんだけど、ゲームに出てくるグッズとか。お、すごい、かわいいね、かわいいんだけど、ハーフ、私の言いつけ通り、審査を通過してきたよね、いいわ、ここからは、あなたのことを、名誉子供として認めてあげる、お、私は、この町の、指導者リゼロッタ、国民たちから女王と呼ばれては何歳だろう、この人、あなたはそう、生ハムというの、あは、変わったお名前ですこと、ひどいな、カエルみたいな顔のあなたに、ひどくない、ディスリが、ひどい、顔のことディスなんて、それであなた一体どこから何のためにこの町へいらしたの、生ハムはこれまで事情を説明した、そう、蝶を探しに、そう、蝶、あ、この人つけてないね、蝶うん、まあいいわ、それじゃあこの町のルールを教えてあげる、一応しか言わないから、こうして覚えなさい、まず1つ目、子供のことを、子供の言うことは絶対、ほう、子供の言うことは絶対ね、オッケー、そして2つ目、どんな時でも戸締まりはちゃんとすること、お、怖っ、最後に3つ目、名誉子供はおやつ抜き、オッケー、わかった、超可愛いルールじゃん、何これ、燃えるんだけど、あとムッチな、私の羊だから倒したりしちゃダメ、オッケー、私の羊になしてもいい、私からはこれくらいね、あなたのカエル顔も見飽きたから、そうそう、おさがりなさい、なんてこと言うのね、女王様、話が終わったんならおやつにしようよ、 OK、 私この間出してもらったすごいケーキがまた食べたい、あら、そういえばおやつの時間だったらね、じゃあ支度してくるか、みんな後で2階のティールームいらっしゃい、めっちゃいいじゃん、何これ、この国好きよ、私結構子供の街って言われにはさ、結構さ、街の雰囲気落ち着いてるんで、大人っぽくない、なんかシックな街じゃない、割と、ほらさっさと来なさい、ムッチーの女王様のおこら、あ、また出た、これね、このセリフね、覚えた、私の座右の銘にしよう、それ、あ、そうそう、名誉子供はおやつなんか覚えてはいない、来るのは買ったけど、あんた分はないわよ、オッケー、大丈夫、あっちなんか生ハム食べてるわ、もっと美味しそうなの食べてマウント取るわ、もっと美味しそうなやつ食べよう、みんなより、ミラカ、一人でどうしたんだい、食べないのかい、ミラカちょっと話しかけよう、ピンクになってる、あれ、話す、ミラカ、うん、ここの2階には、オッケーオッケー、行くぞ、お2階、生ハム顔でけえな、それな、私なんかドアコちゃんだからね、ドアコちゃん、体がちっちゃいのよ、顔がでかいんじゃなくて体がちっちゃいの、歩き方かわいい、あ、みんなおやつ行くよ、あっちも行きたい、私が一番さ子供っぽい髪型してんじゃん、私が一番ドアコは貴族最大の子、あ、そうなんだ、みんな席に着いたわね、それじゃあ始めるわよ、
ほらムッチのいつものあれ、さっさとなさい。女王様の女は私目の望み、甘き調べをしばしお楽しみください。おお、めっちゃ美味しそうなんだけど。普通に待って、私さ料理職人だけどさ、私こんなの作ったことない。どう、あなたこんなおやつの山見たことないでしょ。ムッチの中でも好きなものが好きなだけ食べれるのよ。へえ、まあ所詮名誉子供のあなたにあげる分はないけど。さ、みんな召し上がれ。いただきます。やばい、すげえな、美味しそう。ちょっとムッチの、私ぷくぷくピーチのケーキが食べたいって言ったでしょ。おいらこんなんじゃ食べないよ。お砂糖いっぱいかかったドーナツ思い出してよムッチの。はい、かしこまりました。王さん、お坊ちゃま、ただいま。むっちーの大変じゃん、めっちゃ。子供はそんな水着着ない こんな使い魔の力に頼り切った生活、本当に大丈夫なんでしょうか。そう、あっちもね、ちょっと今闇感じてた、この生活に。かっこいい。以前はこの町にも大人がいてちゃんとした暮らしをしていたんです。なのに今は、やばい、この髪型かっこいいんだけど、こう、わかる、この3個、一時あっちが中学の時に流行ったこの3個分けなあ。みんなで神殿に行ってみないか。昔みたいにお祈りすればきっと大人たちが戻ってきてくれると思うんだ。ほう大人なんて戻ってくれなくていいさ。俺たちには女王様がいるかな。私たちはあんたみたいに弱虫じゃないの。そんなにお祈りしたければ一人で行けば。うん、私もうお腹いっぱい。僕ももういいや。これ絶対なんか嫌な、これ絶対フラグだよね。タムケン、そうそう、おやつの時間もお開きね。それじゃあ私は出かける支度をしてくわ。ということは、いよいよ例の計画を再開するんですね、女王様。ええ、ドラゴンの尻尾も用意できたことは、そろそろ最後の仕上げに移るわよ。はちまち支度しなさい。私は部屋に戻るから、あんたたちは一回で待ってちょうだい。むっちのあんたも休れていいわよ。女王様の心は私目の心、すべて女王様の仰せままに。ほう、えっ、そこに戻んの、すげえ。西こっち向いてってコメント来たから話そう。ちょっと来ないけど、入ったらきっとしかやめておこうっと。入って怒られるかな。でも何時、みんな寝てんじゃね。4時だよもう。みんななんで起きてんの逆に。この髪型、え、結構やばい、足見えないんだよね自分の髪型。あ、どうこれ、可愛くね、結構普通に。てかさ、顔さパンパンすぎんね、顔パンパンすぎない、あまりにもやばいんだけどこの顔。え、この髪型いい、マジで毎回この髪型で来るよ、そんなこと言ったら西がやってるからでも二度と言わせんな可愛いんだけど可愛いんだけど、めっちゃこっちとら仕事中だよ。え、マジで、ちょ雑談しない、ね、雑談しない、みんな眠くなってきたね、眠り廃止、眠り廃止、これどうすんの。え、可愛いんだけど、めっちゃ落書きされてんじゃん壁に、超可愛い。え、仕事しながら見てんの、ありがとね、マジで。みんな大好きなおちゃんみんな大好きなおちゃん。これどこ行けばいいの。あ、来た、こっちだ。あ、これ、あ、来た、ロジェータいた。琥珀の宝珠は忍者の塔に眠る女、神の心を恐れずその門を叩け。ふう、これだわ。ノックもしてリーゼの部屋に入るなんて、よほどしつけの行き届いたご家庭でお育ちになったのね。一体何のよかしら、もしかしてあんた私と計画をして、知りたい知りたい。ま、計画のことは秘密だけど、あなたも少し役に立つ。せっかくはこの町の話を聞かせてあげる。あなたも気になっているんでしょ、どうしてこの町に大人がいないのか。マジで気になる、なんで大人いないの。今のセレドの町は子供しかいないけど、以前はいつも偉そうにしてる口うるせえ、あ、びっくりした、口うるさいね、口うるせえってびっくりした、今すごい憎しみこもってんじゃんと思ったこの教会取り壊す予定だからって立ち入り禁止になっていてね、私たちにとっては格好なそういう場だったのよ。部屋の上で鬼ごっこしたり、屋根の上か、注意に来た大人の穴に落としたり、最低じゃん。あの人たちの慌てる姿愉快だった、パリピじゃん、パリピ。私がこの書庫で古くから禁じられていた小術シャイニングの本と魔法の指輪を見つけたのは、こんな
そんな遊びにも飽きていた子だったわね。ほう。最初はシャイニングなんて信じてなかったの。ただ禁術に手を染めるっていう新しい刺激に私を含めてみんなワクワクしてた。ほう、召喚術ね。そうして召喚されたのだ。なるほどね。私のうちムッチーノよ。ムッチーノは私が召喚術と知ると女王様と呼んで忠誠を誓ったわ。そして私にいいことを教えてくれたの。この地には伝説の魔人が封印されていて、魔人を召喚した者はどんな願いでも一つで叶えてもらえるとね。ほう。そこで私たちはこの教会でこっそり魔人召喚の儀式をやってみたの。材料はあり合わせ物済ませたわ。ドラゴンの尻尾、トカゲの尻尾、クロヤギの生き血、トマトソース、琥珀の宝珠はママの首飾りって感じね。そして召喚の儀式を始めた時、魔法軍が激しく光って地響きが起きたの。すぐ揺れで建物が揺れ壊れるかと思ったわ。ほう。シャイニングって便利だよね。それな。結局魔人は現れなかったけれど、教会の外に出てみたら町の大人たちはみんないなくなっていたのよ。え、不完全な材料を使ったため召喚失敗し暴走した魔力が大人たちを消したったの。ムチノはそう教えてくれたわ。へえ、どこ行っちゃったんだろうね。魔人に願いを叶えてもらうこともできなかったよ。まさか町の大人たちが一人の数消えてしまうなんて。でもあんなうるさい奴らいなくなってせせしたわ。お、親とかはどうしてんのみんな。いつもお説教ばっかりでうんざりだったもの。うん。この町に大人がいない理由も、私がこの町の指導者をしている理由もこれでよく分かったでしょ。ほう。さあ話は終わりよ。私はこれから大事なことがあるから出て行ってちょうだい。いいこと聞いた。なんで大人どこ行ったのじゃあ。歩き方かわいすぎだろ。どこ行ったんだ大人。でもどう考えても羊が怪しいよね。あの羊がどう考えても。教会から出ていこう。 OK。 いやあの羊怪しいでしょ絶対。普通に考えて、なんだろう、どこ行ったんだろうマジで。みんな消えたんだ。あのどこでもドアみたいなところに入っちゃったのかな全員。なんかあったじゃんバージョン版で、どこでもドアにみんないる、中にいるみたいな。お、出てきた子供たちが。確かに私後ろから見てもやっぱ老けてんな。ちょっとおばさんひどい。確かにでも老けてるわこう後ろ姿。おばさんなんて言わなくたっていいじゃんね。走り方かわいい。あ、ここでもドア。あ、そうパクレ、そうあれ、ね、それじゃ行ってくるわね。私が帰ってくるまで戸締まりに気をつけて、みんないい声待ってるのよ。オッケー。はい、女王様いってらっしゃい。いってらっしゃい。いってらっしゃい。ダメだ。お、来た。私と恐ろちだからね今髪型。リズ、あの塔には決して近寄るなっていつも大人たちが言ってたじゃないか。危ないよ、言ってダメだ。フィール、いつ誰が私に意見しろって言ったのかしら。そうだ、お前みたいなやつが女王様に意見するなんておこがましいぞ。弱虫はいい子でお留守番してな。さあ行こうよみんな。髪型恐るち嬉しいな。ほらフィールかわいそう。かっこいいのに顔が。あなた確か生ハムさんでしたね。僕フィールって言います。なんだか情けないとこ見られちゃいましたね。はっはっ。生ハムさん、リズはリゼロッタは以前に失敗した魔人召喚の儀式をまた試そうとしています。ほう。彼女はそのために儀式に必要な琥珀の宝珠があるという忍者の塔へ向かったんです。ほう。でも大人たちは忍者の塔には決して近づいてはいけないといつも言っていました。生さん、旅の方にこんなことを頼むのは気が引けるんですか。お願いがあります。僕はこのままリズを放っておきません。どうか。オーケー。やっぱ前髪同盟として裏切れないから。忍者の塔はセレドット山脈に出て山道を北に進む。おい、はいはい。オッケー。え、ミッキー。フフ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 フ。さっきのセレドット山脈の方に戻ります。あ、そっか、ルーラ登録しなきゃダメか。いいこと聞いた。あ、でもさ待って、
ね、ルール登録しなくてもさ、ガイドルール歩くないじゃない、ガイドルール歩くない、ガイドルールあるからいいんじゃね、楽をする、こっちだ、ありがとね、ありがとね、あるけど一応それなあ、そう、日記だ、日記、思い出のためだ、思い出のため、思い出のため、じゃあ心に記しておく、その思い出、この村に関しては心に記しておく、それで OK だ、それで OK じゃない、この村に関しては心に記す、その思い出喉が痛い喉が痛いな、よっしゃ、どこだ、ほう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 、 LT 行くよみんな、こっちね、繋がってるね、ちゃんと設定大事に、水飲んで、お茶がある、お茶、あ、もうドラゴンいたわ、こっからでまたね、と皆さん行きますよこれで今日は写真撮った、え、今日ね撮ってないのよ写真、今日写真撮ってない、実はやばいよね、え、てか待って、次さ、ドラテン TV、 あれじゃあニコニコ超会議だからさ、やんのかな、写真1枚みたいな、思い出の1枚やんのかな、ニコニコ超会議でもやんのかね、気になるな、てかニコニコ超会議めっちゃ楽しみ、人来るのかな、だってこれをさ、コメントしてる人たちに会えるってことでしょ、これコメントしてるみんなに会えるってことでしょ、超楽しみじゃん、みんな大好きマジ雑これシャイニング、あ、拾えないんだ、ニモパンだった、あっちだいたい前回ある、マジ行くの、みんな来る、ニコニコ超会議来なよ、え、人多い、結構結構人多い、ドラゴン多いな、ここ人めっちゃ来る、楽しみ、年齢層にビビるがよい、マジどういうこと、結構上ってこと、年齢層大丈夫、全然ね、あっち全然、あっちも年齢層上よ、あっちの結構行ってる、やってるイベントも、ハンツ行くなら、ハンツ食うかなみんな大好き、かっこ感情なし、みんな大好き、いつも見てくれるみんなが好きだよえ、そう、チェキないと思うんだよね、多分なんかハイタッチぐらいしたよね、せっかくみんな来てくれたら、全然やるけどな、まあでも多分ないと思ってた方がいいかも、多分ない、多分ね、ハイタッチありません、ゾックっておっさん行っても大丈夫、え、てかむしろさ、来てくれって感じなんだけど、なんかね、いや結構ね、いるよ男の人 いるけど、いるんだが、あれなんだよ、女の子が多い、今日もだから言われた、なんかゾック女の子多すぎて、なんか男に人権なくないですかって言われたから、え、そんなことないよって言った、マジそんなことないよ、本当に本当に、あ、しかもなんか胃が痛い、お腹すきすぎて、着いた、胃が痛、あっという間、おっさんって何歳か、え、おっさん100歳ぐらいかじゃない、みんな若いよ本当に、おっさんとかそんな思ったことないし、みんなのこと思ったことないよ、おっさんとか思ったことないよ、人間はみんな若いよ、若い若い、心はいつでも若い、水着で言ってもいいで、これさ、いいって言ったらマジで来そうじゃない、水着で、ちょっと怖いわ、怒られそうだわ、なんかハムがいいって言いましたってなりそう、ヨースピより年上だぞ、だってヨースピさんにさ、ツイッターフォローされた、嬉しい、やっと最近ツイッターフォローされたんだけど、ついにお互いがお互いを認識し合った瞬間だった、え、30歳でおっさんなの世の中、いや30歳は早いって、まだ30歳おっさんじゃないって、てかいいよね、なんかさ、そう、ズブズブまであと一歩から、あ、え、すごい、さっきの街と関係あるのこの場所、怖っ、なんかこの敵、ヨースピとフレ慣れた、え、待って、慣れんの、ヨースピさんとフレンド慣れんの、逆に慣れるんだったらめっちゃ慣れたいんだけど、普通に慣れたいわ、え、すごいじゃん、なんかまた街に来たんだけど、なんかの、これどうやって行くの、こっちから行くの、これって、こっちから行った方がいいか、え、なんかまた街に来たんだけど、すごっ、都だわ、やっぱ都って感じ都じゃん、ぐるっと回る、オッケー、
え、ここいいじゃん、またなんか あそこで戦ってる人たちはほらすげえな、なんかバージョン2すげえな、バージョン2なんか凝ってない、結構 3D になってる、 3D。 え、やばい、めっちゃ強そうな敵いる、え、受ける、受けるんだけど、これ何、強いでしょこれ絶対、あ、え、受けるこの敵、え、なんか受けないこれ、え、受けるんだけど、天使の守りかけとこう、これね、見て、こんなちっこいのが壁やってんだけど、見て、こんなちっこいのが壁やってる、かわいすぎだろ、え、待って待って、全然攻撃しなくない、やっちゃって、攻撃して、みんな本気出した、本気、はい、倒しました、余裕、何もしてない、何もしてない、あー胃が痛い、なんかもう体勢が悪すぎて胃が痛い、でもこれさ下行かないとさ映んないんだよね、私体勢が悪すぎた、行くぞ行くぞ、みんなこれどっちだ、こっちか、こっちだ、こっちこっちで、こっち行って、あ、いいね、こっち行って、こっちか、いや意外とサクサクプレイじゃないこれ、中本食いすぎなのでは、いやなんかさ、それでさ中本さめっちゃ辛かったから、本店のやつ結構辛かったのマジで、だから多分これ食べた後絶対胃おかしくなるなと思ったけど、別にそうわけもなかった、全然胃おかしくなかったよ、うわっ、あっちには分かる、ここに教会があるってことはボスが近いということではないでしょうか、皆さんここに教会があるってことはそうでしょ、絶対一旦ルール登録しとけみたいなやつでしょこれ、だって不自然じゃないここに教会があるの、うわもう分かったわ、なんかもうこの感じ、あ待って、これ取り巻きじゃない、ここに隠れてんの、ほら、うわ多分違うわ、取り巻きじゃないわ、ちょっと教会とこ、教会、西は勘がいい、絶対これボス出てくるか、ここに教会があるのおかしいもん、ちょっとすげえ、え、めっちゃこの視点多くない？ほらいいねこの視点、え、てか待って、ねえ可愛くない、血が背負ってるリュック、今気づいた、こんな可愛かったんだ、ねえ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 、この視点、あ、オッケー、直った、ん、なんかさ、すごいスタングルになっちゃうんだけど、これこう、こう、あれ、どこだ、これどこに、どね、どうしよう、なんかめっちゃ下アングルになっちゃうんだけど、これどうして、ここだけ、これ、これどこにあんのこれ、え、どこにあんのこれ、どこにさ教会があんの、え、なくない、あっちには見えないんだけど教会が、あ、これこれこれ、もしかして、え、先に寝ます、頑張ってね、ちょっと待って、寝るの？ねえ寝るの？ちょっと待ってよ、メルサンディいらない、ススクルいらないか、ちょっとダメだよ寝たら攻めるっていうねお前も寝てただろ間違いない間違いない、それもう何も言えないわ、それ言われたら本当に、これあれだ、わざとこういう視点になるようなあれだ、仕様だ、だってすごいいいねこの感じ、美しい、こっちはどうなってんの、海、あ、なんかあそこに灯台みたいな、あ、見えなかったね、過酷な職業だねシスターって、明日イベントあるよ、明日8時に起きなきゃ、8時、ちょっと半になったらやめようかな、ちょっとキリ悪いけど、若干キリ悪いけど、まあキリがいいってことにして、あ、長浜さん来てくれたんですねリズを止めるためにここまで来ましたが、いざこうして塔を目の前にすると気腐れしてしまって情けないですね、気遅れ、なんだこれ、僕の父さんは父、町の神父だったんです、神部、何これ、何でもの、この塔には絶対に入ってはいけないとお父さんきつく言われていました、ほう、
神に従える僕が教えに背くなんてお父さんがしたと思うでしょうね。神父か。あの古い教会で神父ね、オッケー。遊ぶようになるまではみんな大人の教えも真面目な子供たちだったんです。毎日ダーマ神殿に行ってお祈りをして、鐘が鳴ると大人たちが迎えに来てくれて、みんな平和に暮らしていたんです。ほう、いいね。毛先は遊ばせてるね。今は生ハムさんだけが頼りです。大人がいない今、誰かが彼女を止めないと。さあ行きましょう。マジでどこ行ったの家族は。どこに消えたの一体。神父。神父。ちょ、これさ、キリいい悪いどっち。キリいい、これ、このこのキリいい。もうみんな眠いっしょ、実際。実際眠くない。あーね、それね、一旦キリいいよね。ここそこにいる、あれ取り巻きかな、あの人。これ取り巻き、あ、多分取り巻きだよね、これ。さっきからいるよね。ありがとね、来てくれて。ありがとう、ありがとう。ありがとね。うん、ここ、キリいいね。これ、キリいいわ、めっちゃ。ここ。キリ良くない実際。マジ？キリはまあまあいい。まあまあいいね、キリ。キリまあまあいい。ちょっと待って、一旦外出よう。次始めるとき、外から始められるように外出よう。ここで落ちるのか。まあいいよね、まあいいよね、別に。キリいい、めっちゃいいわ。やばい、キリ良すぎた、やばい。ここもうバッチリ、キリの良さ半端ない。みんなありがとう、本当に。みんなありがとう。なんか本当夜中なのにこんだけ見てくれてるのマジで嬉しいよ、本当。あともう見てない人はタイムシフト見てください。タイムシフト、まあこれもタイムシフトなんだけどね。西はキリがいい。落ちる前にドルボだけもらっとこ。あ、ドルボってもらうの簡単、結構。ドルボもらってやめようかな。ドルボもうだってルーラストも登録したしね。ドルボってどこでもらえるの、チナ。ドルボどこでもらえるの。ドルボやるわすぐ。マジドルボもらえる。レンドはレンドはね、オッケー。じゃあ一旦メギ飛んで、メギ飛んで、あのポチャッコからレンドは行くわ。レンドはメダメね、オッケー。じゃそれもらって終わりにしよう。あ、マジキリいいわ、それ。それだったらガチでキリいいわ。よし、レンダー飛ぶよ。頼むよ、ポチャッコ。バシッコ。いくよ。レンダー南ね。レンドは、あ、違う。レンドは南、オッケー。いいね。いいね。歌って、何歌うの。兄ちゃん、明日の仕事も頑張ってください。頑張ります。で、だ、多分人が溜まってるとこでしょ、これ。どこだ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 。え、この髪型いい、ありがとう。さっきのあのイケメンとお揃いにした。これかな、これじゃないか。ん、どこだ。逆、逆ね、逆、オッケー。逆、逆、逆、逆っていうね、ギャグがあったんだよ、前。こっちか。4時に人いるんか。4時に人いない？さすがに。だってみんないるぐらいだよ。みんな見てるぐらいだよ。いるでしょ、さすがに。いなかったわ、全然。これでしょ、だって。あれ？これじゃない、ミキちゃんでしょ？ミキー。そんなクイーンな視線、あなた、私たちが見えるね。あ、こっちにもいた。よかった、私たちに気がついてくれる人ずっと待ってたんです。あなた生ハムっていうの、子供じゃないのに私たち姿見えるなんて。あ、すごい、なんかさっきの話繋がってない？ちょっとだけ。私たちは双子の卵の妖精、姉のミキと妹ランって言います。今妖精の国には春がやってきているの。うん、私たちの世界でも春がやってきてる。私たちはお祝いに妖精のジョー、サンディ様から同じく妖精の女王であるポーアン様へとっておきの卵を届けるところなんだよ。で、向かっている途中、卵をうっかり落としちゃって、その特別な時間を失ってしまったの。ほら、そこの卵ロンのゴロンちゃんを見てください。元気がないでしょ。ゴロンゴロン。このままじゃ卵は帰らないわ。あなた、アストルティア中に散ってしまった力のかけを探してくれないかしら。どうかお願いします。OK。うん。
あら、あなた道具パンパン？おいおい、嘘だろ？道具何いらない？あ、薬草いらないよね、これ捨てよう。はい、 OK、 はい、もう一回も待って、これもう一回説明いく感じ、これ OK OK。 スーはどこだ？君とランラン夏祭り。え、なんかめっちゃ良くない？このタイトル、君とランラン夏祭りだって。ミキティとかけてるってことでしょ。ミキとランをかけてるってことでしょ。めっちゃいいじゃん。エッグプリズム。このプリズムを取り付けたドルボードのあんたにも卵の形をした。あっ、ん、なんて、え、もうもらった、これもしかして。なんか写真ありがとう。 OK、 シャイニングがある場所ね。え、これもうもらった、もしかしてもらったくない、もう。君とランラン、なんて言った、足なんで、春、足なんて言った、さっき春祭りでしょ、なんて言った、もらったね、もう。ガタラにルーラー、ガタラないわ、ちょっと待って。ポチャコ、ポチャコ、ポチャコいたよね、さっき。夏って言った、やばい、夏か、春春、だからみんな春春って言ったのか、間違えた、夏って言っちゃったわ。ガタラにルーラーね、オッケー。ガタラ、ガタラ、ガタラってドア、ガタラ、ガタラ、ガタラゲンやね、オッケー。やばやばい、もうこれ完全にちょっと、もう夏って言ったらやばいわ、本当に疲れてるねんな、多分。しょうがない、しょうがない。ええ、あれあれ、ちょっと待って、うん、ちょっと待って待って、うん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 、あれどこ行ってんねん、なんか違うとこ行っちゃったわ、全然。あれ、これ違うの、メンメンの隣、何それ、どういうこと。ガタラ、ガタラってガタラギアのことじゃないの、あれ、みんなガタラって言ってなかったっけ、あれ、なんて言った、どこだっけ。家から外出たらガタラだぞ。あれ、あ、あ、オッケーオッケーオッケー、そういうことね。いや、自分の家からってことでしょ、自分の家から外出たらガタラってことで。あー、マジでお腹痛いマジでお腹痛いわ、ほんとに。みなさん、私の家はここです。どうですか、私の家かわいいでしょ、ほらみんなかわいいお家でしょ、ほら。これね、何がポイントかっていうとですよ、皆さん、海が見えるんですよ、こっから。ほら、私ね、結構海好きだから、夏生まれで海が好きなんでね。バトンちゃん、何バトンちゃんで、これあれ、また道具いっぱいだよ。ね、どれいらないかな、いらないのどれ。あ、多分ね、これいらないでしょ、素材いらないよね。ドラゴンの皮いらなくない、待って、大地のかけら20個持ってんだけど、私廃墟の海、あ、これ廃墟の海なの。鉄鉱石捨てろ、鉄鉱石どれ。あ、オッケーオッケー、任せて、捨てるわ、もう全部。あれ、使う、捨てます、はい、オッケー。バトンちゃん、バトンちゃんえ、これ廃墟、ここ、嘘、廃墟じゃないだろこれあ、やった、プレゼントもらった、仲良しボックス、仲良しボックスもらった、嬉しい。今回この住宅前のみんなね、またはこんな感じだったの、あれね、残念なの。 OK、 OK、 任せろ。 OK、 そしたら外に出ればいいのね、こっから外に出ますよ。そしたらガタラってことでしょ、そういうことでしょみんな。あ、開けんの、開けよう、もらったやつ。あ、なくしボックスまた、嬉しい、なにこれ、もういつも荷物いっぱいなんだな。あ、魔法の紙いらなくない、捨てよ、いらない、いらない、はい、なくしボックス、イエーイ、やったー、
10個もらった福井県、嬉しみ。マジニモパンやばいよね、ほんとね、ほんとやばいと思う。生ハムの誕生日だから、そう、あーそう、うちの住所誕生日にした、誕生日にしたんだよ。え、で町に戻る？あ、ガタラあった、町に戻るでいいか。サーバー10に入りますよし、オッケー。それで、わ、来たわ、私の故郷、これは私の故郷。そしたら、デコリ、デコリ広場、待って、デコリでしょ、ちょっと待って、デコリってもしかしてあれ、待って、ちょっと待って、すっごい嫌な予感がするんだけど、あっちメンメの隣、何メンメって、待って、ごめん、すっごい嫌な予感してんだけど今、正直階段上か、ちょっと待って、あれ、ちょっと待って、これってさ、スタンプのやつもしかしてね、えこれスタンプのやつ、これスタンプやってないと無理みたいなやつじゃないよね、これまさか、このめっちゃ初期の頃のスタンプやってないと無理みたいなやつじゃないよね。あ、違う、あ、よかったあ、オッケー、あ、クエストやってなくても大丈夫、オッケー。ビビったー、マジで。これでまたなんか、あ、これだと思ったの、これだと思ったの、カスタムやデコリ、これだと思った、これ、これってか、あ、これで合ってんだ、やっぱこの人のクエストやってないんだ、あっち、この人のクエスト絶対これだと思ったもん。オッケー、やったー、イエーイ、嬉しい。さあ今日は何のお題、あ、大丈夫です、オッケー、オッケー、これでオッケー、バッチリオッケーですか、おめでとう、やった、オッケー、乗ってみよう、乗ってみよう、一回、あ、もう一回話す、あ、もう一回話すの、オッケー、もう一回話すんだ、やったね、乗ろう乗ろう、ちょっとやったら乗ろう、ちょっともしもし、カスタムする、あ、すごい、フォルムチェンジきた、嬉しい、これ何、カラーリングって2だと何、え、できんのこれ、あ、できないじゃん、え、オレンジ可愛くない、オレンジ可愛い、私さ、担当からオレンジなんだよ、知ってた、みんな、私のゾックの担当からオレンジだから、オレンジ、みんな全部オレンジしてほしい、ことあるごとに全部オレンジしてほしい、オッケー、スズランとか、まあいいや、まあいいや、白でも可愛い、白が可愛いで一番汚れそうで、なんか、ま、草っぱらとか言ったら汚れそう、そう、あっちね、オレンジなんだよ、担当から、あ、知ってた、青じゃない、オレンジ、青はクールビューティーみたいな感じのイメージでしょ、オレンジだからし、元気なオレンジ米見えてるよ、見えてる、見えてるよ、ちゃんとコメント、てか、すごくない、5000コメント来たんだ、ありがとうね、本当に、ちょっと泥棒乗るわ、いったオレンジ一番可愛いっすよ、いくよ、みんな、みんな行くよ、 LTまあ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 、今から LT、 おお、かわいい、超かわいい、え、マジでかわいくない、バカ似合うんだけど、ねえ、超かわいいやんけ、かわいい、やばい、いい感じ、超かわいい、似合、え、待って、私似合ってない、これ結構、ほら、私が多分7金の中で私が一番似合ってる、このドルボード、ほら、無課金でこの可愛さはやばい、さすがに、ちょっと待って、じゃあせっかくだから写真撮っとくか、このオレンジのスライムとかで撮ろう、オレンジのスライムがいるところで撮るわ、オレンジのね、スライムがね、いるところで撮りましょう、よし、いいね、もうちょっと離れたいな、そう、あ、ちょっと待って、インコちゃん、あ、インコちゃんいなくなっちゃった、インコちゃん、インコちゃんどこ行ったんだろう、インコちゃん、インコちゃんいなくなっちゃった、まあいいや、はい、いくよ、取るよ、 OK、 これでもう1枚増えたから、
これでもう超会議バッチリ、もう超会議バッチリ。ハムエッグ、かわいい。誰ハムエッグって言い出したの、かわいいんだけど。ハムエッグやばいね、かわいい、マジで。ハムエッグうま、誰言ったの今。絶対さ、言った人さ、みんながこんなに反応すると思ったからびっくりしてるやつ、やべ、俺が言ったやつすごい、みんなこんな反応しちゃった。深夜の変なテンションで笑い止まらん。やばい、みんなそろそろ朝食の時間だよ。あ、もう4時半なんだけど、やばい。どう、ハムエッグ今日、みんな朝ごはんはハムエッグでお願いします。はい、ということで今日はね、こんな感じでした皆さん。今日はこんな感じで終わります。座布団1枚。いや、みんな早く寝て、本当にありがとね、マジみんなたくさん来てくれてありがとう。朝ごはんハムエッグにしてね、今日の朝ごはんは。ハムエッグ、さすが。ちょっとお風呂入るわ。それか寝てお風呂入るか、それともお風呂入って寝るか、どっちか。明日起きるかな。ね、マジでお疲れ、みんな本当にお疲れ、本当ありがとね、マジでありがとう、結構感謝してる割と。ね、やばいやばい、髪型普通に戻そう。はい、髪型普通に戻そう。え、結構マジで私みんなに感謝してるから、早く寝てね、みんな早く寝てね。 OK OK OK、 お疲れみんな、マジでお疲れ本当に。あ、寝れなかったからまた来た、もう終わるよ、ありがとね本当、マジでありがとう。なにこれ、え、待って待って、野獣先輩いるんだけど、なんかうちのところに。なんだよこれ、ね、うちのさ、このさ、選択肢のところにさ、野獣先輩いるんだけど、なんだよこれ。野獣先輩クイズっていうのがあるんだけど、どういうこと、え、どういうこと、どういうことこれ、何これ、押したらやばいよね。でも、え、なんでなんでなんでこれいるね、え、なんか違うの、え、ね、なんか違うの、今終わろうとしたら野獣先輩クイズっていうのが下にあんの、これ何、え、これ何、これマジで人、これ、なんでなんで、この押したら大変なことになる、押さない方がいいと思うよ、そんなこと言ったら押したくなるじゃん。え、マジでこれ何、あ、これ押さない方がいい、結構ガチで押さない方がいいやつ、あ、そうなんだ、みんな知らないよね、無視で OK、 OK、 みんなありがとう、マジで本当にありがとね。じゃあ寝るんだよ、ちゃんとみんなちゃんと寝てね、ちゃんと。え、毎日春イベあんだ、でまたね、バイバイ、もうマジで切るからね、バイバイって言って本当に切るからね、みんなバイ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 、おやすみ。寝坊したらインスタのストーリーで発狂するから、よろしくね、バイバイ、寝てね、マジでありがとね、見てくれて、バイバイ、おやすみ、バイバイ、切るよ、またね、大丈夫よみんな、これから人生